はい、こんにちは。山城と申します。今日はですね、何来とるかというとですね、まあ、久々のお出かけ企画ということですね。まあ、新型コロナウイルスね、いろいろとありましたけど、今回ね、まあ、一応、三重県の方はね、今日5月の23日、あ、24日なんですけど、まあ、一応ね、三重県は解除になりましたからね。ただ、県外には出かけないでくださいねとかな、まあね、あまり不要不急のということはあったんですけど、まあ一応ね、それなりにもお店とかもね、商業活動とか、こっちの方は再開をしてきておるということで、まあ、県内で、ちょっとね、じゃあせっかくやから出かけようやないかと、いうことでですね、四日市駅までやってきましたということですね。実際ね、このね、期間中どうなってるのかっていうのがね、ちょっと JR とかね、ちょっといろいろ乗ってね、確認していきたいなと思うわけでございます。で、ついでにね、ついでにというか、こっちが本来の企画なんですけど、今回はですね、せっかくなんでね、ターミナルのね、完全制覇シリーズってやってたじゃないですか。ということで、今回はね、JR の三重県編ってことでね、三重県のね、三重県の JR のターミナル全制覇してみたっていうのをね、やってみようと思います。いや、もうね、なかなかね、JR って言ったら大変そうに思えるかもしれませんけど、これね、ふと気づいたんですよ。JR って橋になってる駅意外と少ないですよね。実は三重県にある橋になってる駅というのは実は2つしかないんですよ。1つがね、この前言った、三宮線の鳥羽駅ですね。で、もう1個がね、名松線の伊勢沖ってことでね、まあ、せっかくなんでね、この鳥羽はね、最悪行ったんでね、その映像を使いますとして、まあ、伊勢沖ってね、せっかくだから行ってみようじゃないか。まあ、そこやったらね、言い方は悪いかもしれませんけど、多分そんなね、3密になるようなね、激混みはしてないと思いますんでね、山奥ですからね。ということでね、そういう感じでね、やっていってみたいと思います。久しぶりに来たな、こっちの。ってことでね、今日実はね、めちゃくちゃ朝の早い時間に来てるんですよ、これ。誰もいねえな、そりゃそうだ。日曜日のね、これね、朝の、5時45分なんですね、まだ。ってことでね、切符売り場自体は空いてるんですよね。で、今回はね、伊勢沖津までね、いくらかなーっていうね、あれ。伊勢八千までしか書いてないけど、1600円。確かに、ね、伊勢沖津までだったらね、1800円かね、それぐらいするんですよ。あれかな？こっちの方では買えないのかな？そうですね。1690までしかないから、伊勢沖津を買おうと思うと、どちらにしろ多分、これで買わないといけないそう。で、まあ、普通に、切符の買い。使ってみましょうか。そうですね。自由席を購入をね。で、四日市から、伊勢沖津までの買い方がないのか。そうか。伊勢沖津までの買い方がなさそうですね。よいしょ。ではね、伊勢沖津まで確か1800いくら、ちょっとね、これ買えないんでどうしたらいいかわからんけど、ただね、裏技というかね、今回はね、もともとね、これ、お得な切符ってのでね、なんかね、あ、これ、青空スリーパス、こいつをね、使ってみようと思うんですよ。で、本日、大人、一人。これだとね、1600ミリでしょ？はい、と。ちょっとね、混んどったんで、後ろとかちょっと。積んでたんでね、カーッと買ってきましたけどね。こんな感じでね、実はね、お得なね、フリーパスってのね、JR とか、青空フリーパスってのが出てるんですよね。で、これ、フリー区間は下記の当時ですってなってるんですけど、これ2600日で、さっき言ったように片道1800円ぐらいかかるので、もうでね、これ使ったらね、お得になるんですよね。これでしたら、途中の乗り降りもできますからね、せっかくなんでね、これを使ってみようということで買ってみました。で、領収書でしょ？通常でしたら大体この手のやつって、伊勢鉄道が通れなくなりますんでね。それで、これだといけないってなるんですけど、どうもね、これはね、伊勢鉄道をね、使えるはずなんですよね。ただ、フリー区間に、点線になってるでしょ。これがどういうあれかな。あれ？点線になっちゃったもんでね。これね、点線じゃなかったらね、これは使えますよって言いたかったところなんですけど、大丈夫なのかな。まあ、いざとなったら、亀山経由で行くっていう手もあるんですけど、ちゃんとそのあたり調べてからやれっていう話なんですけどね。ね。
いや、とりあえずね、駅員さんもいませんけど、多分ね、中に入ったらね、誰か全然いるでしょうと思いますんでね。とりあえずね、中入っちゃおうと思います。そちら後ろね、もう買っちゃってますからね。困りなくてでね、行けばね、絶対問題ありませんから。ということで、早速行ってみましょうね。よいしょ。さあ、通りましたよ。ということでね、どんどんやっていきたいと思います。こんな感じでね、まあ、よゲアの予測席はもう見られてますよね。あ、ちなみに今回ね、新しい試みというか、全部ね、スマホだけで一回撮ってみようかなというんでね。古いスマホとね、ちょっと出してきてね。スマホ2台でね、こう、取っ換え、引っ換え、取ってこうじゃないかなと思ってるんですけどね。せっきなマイク買ったんでね、これ、マイクがね、どうしても仕様が悪かったんですけど。マイクも買い替えましたし、新しいの買いましたし。でね、あと一つね、うかつだったのが、その新しいマイクがですね、なんかビデオカメラの方にはつかないんですよね。なんかそういう仕様やったらしくて、これをやらかした。ね。ああ、でもなんか観光案内かね、いつもずらーっと貼ってあるんですけど、なんか全然ないのがすごく寂しい感じですけどね。まあ仕方ないですよ。県外のね、広告出せないですからね。で、ここね、ちなみに JR 四日市駅は一面三線っていうね、ちょっと変わったところです。伊勢鉄道に乗ろうと思ったらね、これがね、ちょっと大変でね。いつもはね、降りたらすぐここにあるわけなんですよ。ね、亀山はこっちにね、普段こっちの方行くんですけど、伊勢鉄道はね、よいしょ。さっきからね、ずーっと置かれてきました。こっちの、ここでずーっと行くとね、まあ案内もあるか分かりやすいですけどね、ずーっとあって、この奥にね、ポツンとあります。これがね、よいしょ。伊勢鉄道のね、ホームになってるんですね。こんな感じでちょっとホームを途中で切り替えて、そこに一つね、こんな感じでね、橋の駅を作ってます。ということでね、これはね、実はね、ターミナルになってるんじゃないかな？なってるはずなんですよね、実はね。あんまり私も来ないんでね、こっちの方まで。もしこれが乗れないってなったらね、急いでこの亀山の方に乗ってないといけないんですけど。これ伊勢鉄道でしたね。まあ、気動車ですけどね。ああ、あった。久々にね、阪神線の来ますよ。オープンオープンだぜ。はい、ターミナル。そういうことでね。こんな感じでね、ちょっとも JR はこれからないんですけどね、あんま。でした。あ、すいません。はい、確かに大丈夫だ。ってことでね、悠々と。悠々とね。あとで長雪ですけど、もうすぐ亀山行きも来ますけどね。まあ、悠々と見送ってですね。59分の方は見送って、私はこっちのね、まあ、四日市来てなってもこれがゆっくり通りってね、行けるは、ますんでね。よかったよかった。これね、そうですよ。伊勢鉄道使えるんだったら本当お得ですよね。よいしょ。一応、せっかくなんで取ってきましょう。あ、変わりましたね、通行に。はい、こんな感じでね。で、後ろ乗りの前よりとね。基本的にワンマン運転のね、構造になってます。伊勢鉄道はもう、あ、ってことは、ちょうど伊勢鉄道も端から端まで行ってますからね。伊勢鉄道のね、ターミナルもね、それで、ついでにやっちゃいましょう。はい。よし。あ、開いた、開いた。ということで、開きましたんで乗りましょう。こんな感じに、ザ、ワンマン。ということで、開きましたんで乗りましょう。こんな感じに、ザ・ワンマン運転とかですね。まあ、私しかいないから、ちょっとね、喋りながら撮ってると思います。こんな感じでね。まあ、ちなみにね、ここね、実は、こっち側が空いてるんで、前面のね、こういったね、撮影とか意外とね、やりやすいんでね、いいですよね。願いします。で、セミクロスですね。一つ目で。まあ、せっかくはね、空いてますからね。ここで座らせてもらいましょう。よっこいしょ。シンプルですね。しかし、マイクがあると、こう、それポッと取れますからです。お客さんはね、誰もいないですから、別に喋っても問題ないんじゃないんでしょうけど。まあ、この後ね、もうずっと出るとわかりませんからね。それを止まりましたからね。亀山駅スタート出てきましたから、もうすぐ、この列車も、4分間に発車ってなってましたからね。ですので、もうすぐだと思います。そんな感じで、通から四日市も、河原だから通の間が伊勢鉄道なんですけどね。始発が四日市になってます。まあ、この方が便利ですからね。でも、足からは使いませんよ、と。まあ、これは注意点ですかね。
あ、ここに書いてありますね。一節とで、青春18切符使いません。これが大事ですね。ありがとうございます。と答えませんけど、これが全部で、青空ビーバスワーに書いてる、ね、対象なんですよね。それだけでもだいぶ大きいですよね。で、ね、さっき言っとった、料金ね、1860円、据え置きまでっていうのは、一節鉄道経営の場合、ね、確かね、あ、はい、こんな感じじゃないな。紀勢本線ね、関西鉄、いわゆる亀山経由で、ね、あった場合は、そっちの方がね、結局高くなるみたいな、1900いくらっていうようなね、計算が出てたと思います。ナビタイプで見たんだね。さあ、すいお待たせいたしました。終点、長野県発車いたします。いいですね。本日は、鉄道を無料でございまして、ありがとうございます。この列車は、大変経済の、ワンマン電車です。ただいま、以前に、また、携帯電話のご使用はご遠慮ください。この列車は、後ろのり、前を使っていますので、ご協力をお願いします。次の電車駅は、南京スタイル、南京スタイルです。こういう人は南四日市駅が来ました。昔は貨物輸送の使用の方ですからね。四日市は、ね、今でも、ね、貨物駅の要素が強いですけど。そう、南四日市から戻ってくる人はなさそうかも。南四日市は全部取る。そこの、ここで、ここから。池辺道線経由、鶴行きです。ご乗車の際、整理券をお取りください。そうです。ちなみにさ、この区間って完全な単線ではないもんで、これ、今向こうから来てるじゃないですか。名古屋行きの、多分あれは、神山の名古屋行きの普通電車だと思いますけど。ね、来てるし。もうこっちが進んでるでしょ。これね、実はこの先ね、ちょっとだけね、複線になってるんで、この間は特に待ち合わせをしなくても来ますよってことなんですよね。少しずつ動かしてるんですよね。関西本線の方も。いや、こっから、線というかね、半分のこの、原田方面の、伊勢鉄道の方に分岐するのと、こう、分かれるような感じになってましたね。ちょっとなんだけど。それちょっと面白い構造、もうそれ構造だと思います。先生、亀山行きの場合は、あっちの下の線路の方にね、こっちの線路の方に入っていると、いう形になるんですね、先のところから。で、あっちの方が、あっちの方で、上り方面のね、短絡線があって、ちょっとこっちが最終的にガッチャンコするわけですけど、駅ではガッチャンコしないですね。そうすると上に、ね、開けますよね。 DL 区間に入るというわけですね。パラダの駅は2面4線になってるんですよね。こっち側とか、あっち側のやつだね。下にね、亀山方面のホームがあって、上に、こんな感じでね、伊勢鉄道のホームがあるっていう、実は多層というか高い層建てなんですよね。下にちらっと見える、これがね、
JR の方の河原田駅の跨線橋っていう形になってるんですよね。これで面白い構造ですよね。本当に。お待たせしました。どうぞ、ゆうびけ。まだ、こっちから、どうこうぞ。やるでしょうね。カープのね、感じとかね、わかりますかね。結構ね、独特のね、形してるんで面白いですよね。鉄道のね、地図とかで言うとね、こっちの方がまっすぐスーツ伸びていってる感じのイメージですけど、実は、ね、JR の方の駅からね、こう分岐させるような感じになってるんで、実はこっちの方のがね、手前でグイッと曲がっていくんですよね。まあ私もね、そんなに乗っ、あんまり、じっくり乗ったことない。快速メーターばっかしですかね、この区間っていうのは。よし。そのスクリットが上がってるっていうね、これもこれ見どころなんですよね。この橋を渡るのにも鈴鹿川っていうんですけど、この川が。そうすると、鈴鹿市に入っていくと。まあ、川田は本当に三重県でも一番南の方ですからね。まあ、ゆかりその平行港なんかあるのが有名ですけど、まあ、ちょっと音がすごいなところで、ね。あっちに見えるのが鈴鹿の市役所ですね。いわゆる、神戸って呼ばれる地域がこっちの奥の方になってわけですね。前に行った三日市とかがね、この奥の方ってことですね。途中でね、平田線とね、合流するはずなんですけどね、駅としてはね、接続をしてないんですけどね、どっかでね、下をくぐっていくはずなんですよ。そこが鈴鹿駅。鈴鹿駅は確か一部の快速三重とかも止まるんですけどね。どうしても。これが、下に見えましたね。これが平戸線ですね。氷の平戸線がよく使ってて、ここに駅があるんですよ。特にね、平戸の方は柳駅がだいぶ離れてますよね、これ。特にね、アクセスっていうほどアクセスをしてないわけです。ちなみに鈴鹿駅って名前ですけど、あれですよね。近鉄は鈴鹿駅っていうのはですね、鈴鹿市駅っていうのはあるんですよ。市役所前のね、結構近くですけど。基本的には白子駅っていう、白子っていう地域の方がメインになってますからね、近鉄は。鈴鹿はね、一極集中ではなくて分散してるんですよね。白子と川、ね、平田と神戸ととかって感じで。僕に考えさせてみますかね。あっちが鈴鹿山地。保険車両もがやろうかな。お待たせしました。車両基地も、まだ基地です。なのかな。ご乗車の際、整理券をお取りください。少しずつお客さん乗ってますけどね。ちなみにこっち側がね、車両基地なのかな。こんな感じで、使えてます。なかなか面白い取り方でしたけどね。乗車券、運賃は整理券と一緒に運賃箱へお入れください。運転手に乗ってください。国民の対策ね、ずーっと行ったら、鈴鹿サーキットがあるわけですけど。ここでパッと出されたね、どこにあるのってなる感じになりますけどね。まあ、わからなかったね。ちょっとね、こっちの方出てったら、観覧車見えますかね。そっちの方で大丈夫ですよ。まあ、ちょっと距離ありますけど、歩いてることに。ちなみに私はね、鈴鹿サーキット行くときはどうしてるかっていうと、単純に近くに知り合いがいるんで、そこにね、車止めさせてもらうんで、車で行きます。何のこっちゃって話ですけどね。これね。これこれこれ。
ですから西コースの方はちょっと近いですけどね、通過先だったら2度ぐらいありますからね。一応新しいスマホの方も撮影テストやっていきましょう。中瀬湖駅から先が単線になるんですよね。中瀬湖駅。中瀬湖ってこっちの地域には結構多い、あの、名字でもありますけどね。全国的には珍しいかもしれませんけどね。場所としてはすごい、なかなかの場所ですけどね。結構友人だと思うな。これが伊勢上野駅です。これなんてすごくローカル感が増してきますけど、ね、あのね、伊賀上野が、ね、有名ですけどね、伊勢上野。この奥に中西バイパスのね、ちょうどあのドン付きになったところとかがあるところへんです。そっかもう中野かな。京都県。ですね。こういったところで通に入って、ですね。川辺のスーパーですか。こっちの奥の行ったところにあるんじゃなかったかな。ご注意ください。乗車券、運転はご便利。乗車券は配りです。どなた様もお忘れ物ないようにご注意ください。ありがとうございました。よいしょ。はい。ってことで、まあ、順調に通までやってきましたよと。まあ、こんな感じで。実はなんかね、一日一本だけね、変わらないけど、毎度の終電がね、玉垣行きってのがあるんですけどね、これはまあ、車庫に入れるためなんでしょうね。その以外はね、基本的に全部通と動かれてないんで、ずーっと行き来するというのが伊勢鉄道。ということでね、さあ、伊勢鉄道のターミナルですよ。そうなんです。伊勢鉄道もこっちの方は専用線になってますので、まあ、伊勢線乗り場ってなってますけどね。はい、こんな感じで。はい、ターミナルってことで、いや、順調にターミナルもできてますね。ってことでやってきました。で、ここから先は、まさかまでとりあえず行かないといけないですね。こんな感じで。ね。有名な駅名表ですけど。こう見たら、やっぱりシュールですよね、この。ずっとだけ書いてある、それね、うん。こっちに行けよっていうね、あの、お茶どうぞみたいな昔、流行りましたけど、そんな感じが、みたいなね、見えますけど。あとあれですね、私、あの、いつかね、ここ付箋するのかなって、今、東新田のあたり言ってましたけどね、あれ逆ですよね、多分剥がしたんですよね。あの、昔ながらの交線橋が残ってましたからね、ってことで、通話、ね、近鉄と JR が共用駅になってますんで、これも実は改札内に繋がってるんで、近鉄のホームに降りれるっちゃ降りれるんですけどね。ちなみに、伊勢鉄道が1名1線使って、まあ共用で、まあ2名4線が JR に対して、実はね、近鉄の通駅って1名2線しかないんですよね。実はすっげえ狭いんですよね。近鉄の通駅って。まあ、今はアーバンライナー、とかね、あの、公私特急も全部ね、通話止まるっていうふうにしてるのは、まあ、遠近分離ね、四日市の人たちが大阪に行くときも通で乗り換えてそのまま公私運用に乗れるとかね、そういうようないろんな、兼ね合いもあるので、ちょっとね、四日市で止めてしまうと通の人が今度ね、大阪方面のやつに乗れなくなってしまうね、公私特急にね。だからまあ、いろいろそのあたりもあって、通っていうのもあるんですけど、まあ、もう一つの要因が、通駅は待避設備がないんでね、ちょっとね、運用上ね、ここはね、電車停車させた方が多分運用がしやすいんだと思います。名鉄の名古屋駅と同じようなね。何分に来るのかな ?7 時45分。今7時。あ、じゃあ6時45分に。あれこの時間までやってないか。こんな感じでね。吉野家がね、校内ではギリギリないんですけどね。ただね、外に出なくてもね、ここでね、テイクアウトはね、買えますんでね。はいよって言ってね、パッとね、校内でそのままできるっていうのも便利なんですけどね。ちなみにこっち側からね、だいたいメインの出入り口ですからね、JR の出入り口はまあメインになってますよ。これ通れるのかな？ちょっと試しがてら撮ってみましょう。通れた当たり前ですけどね。よし。で、
こっち側は完全 JR。まあ、近鉄の巡り場もあって、特急券もこっち側でも買えますけどね。当然、取れますよ、ということですけどね。こっから、真坂方面は、規制線の方に行かないといけないです。規制線は、これね、6時49分なんで、あ、もう言うとる時に来ますね。こんな感じで、近鉄線は、はい、56番線です。で、JR は IC カード利用とか、そうなんですよ。近鉄に対応するのに IC カードとかで、ね、通せるようになってるんですけどね。JR に乗るときは、これ通駅は、で、どっちに行くのも、ね、新田に行くのも、東新田に行くのも、赤城の方に行くのも、ダメですよ、っていうふうになってますね。これね、ご注意が必要ですと。よいしょ。紹介しただけになっちゃいましたけどね。もう、あっという間に来ますからね。アクセントいいですね。ね、これだったらいいじゃないですか。なんだでしょ。今日無事。ね。飲み物買っときゃよかったかな。まあ、真坂まで近いですからね。ここにはアコアダイナが。大阪難波駅の。これは多分、甲州かな。甲州運輸かなと思いますけど。全然乗ってないですね。あ、そうか。こっちがデラックスじゃない。レギュラーシートですけど。え、一人も乗ってないじゃないか。まあ、県外移動ができないとはいえね。これは深刻だな。危ないな、ゼロになって初めて見ましたね。県外移動ができないですから、どうしてます。え、なんでですかね。さあ、ということで、ワンワンツーでした。接種機が出てきたんで、普通はね、こっちの全部やってますからね。ですよ。あとの、でしょ。じゃあ、順調にやってきました。まさか一つ。ということでね、まさかまで来ましたけど、次、これが出るのが、今、7時、あ、12分なんで、まあ、20分ね、ちょうどいいですよね。あ、でも、これあれと。利益嫌いやん。え？あ、でも、利益で、伊勢焼き中に接続。じゃあ、利益っていうのあるね。あ、じゃあ、大丈夫？接続するんで、いけそうですよ。まあ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 。列車遅延なので、接続できない場合があります。それは勘弁してほしいな。そうすると、次、2時間待たされますからね、利益で。利益行きってことは、じゃあ、相当珍しい行き先が取れるんじゃないですか。で、あとね、珍しいって言ったら、これですよね。ここにね、まあ、不思議な、なんかね、車検具とか、看護とかあるんですけど、まあ、伊勢市行き。ね、一応取ってみましょう。ね、こっちが JR。あれ、奥にね、近鉄があるんですけど、まあ、基本的にはこっちもね、共用駅ですからね。ね、出てますね。元祖牛肉弁当とね。からね、有名なね、まさか牛のあれもありますけど、大内さんって言ったらこっちも負けてられないです。大内山牛乳のね、大内山牛乳の自販機ってのがあるんですね。これ、ちゃんと、あ、元気で超えてますね。よかったよかった。せっかくなんで買ってきましょうよね。大内山牛乳、これすごいですよ。フルーツ牛乳、コーヒーで全部揃ってますからね。やっぱり朝なんでね、コーヒーですかね。コーヒー牛乳いただきました。まあ、コンビニとかで持ってるんですけどね。よいしょ。おー、ありますね、ありますね。あれですね。大内山牛乳です。やっぱ、そっちの方来たらね、大内山ですよね。まあ、三重県、四日市でも売ってますけどね。せっかくなんで、こう、いただいてこう。いいですよね。コーヒー牛乳。じゃあ、ちょっといただきます。ああ。いや、美味しい。ね。2020年5月27日ですからね。2日も経ってますからね。あっという間ですけどね。いや、ちょうどいい量ですね。朝のコーヒー牛乳、やっぱいいですね。よし。列車来ましたね。これは？松坂行ってたやつ。あ、これ、名松線の電車。あ、こっち側の。ここが便利に入ってくるんですね。このままでアクセスできるんだ。便利だ。こっちはね、一両の二編成で。あ、じゃあこれ、変わるのか？で、これがアクセスするんだ。とりあえず、ここのお客さんがそのまま伊勢市の方にね、行くのにっていうことですね。ああ、なるほど。
こっち側。今、11系ね。いやー、さすが最低限なチャンネルですね。普通はこういうところね、鉄道チェーンチャンネルはここ取るのを優先するのに、コーヒー牛乳飲むのを優先していて、結局ここね、うまく展開するところをね、しっかりと取り逃すっていうね、ここのありさまです。でも、出ましたね。家急きですよ。本当に、あららら。ちょっと逆光が激しくて見にくいですけど。まだ出発まで回る。32分だから、まだ12分あります。基本ぶつけはね、普通に、あっちの方の運用もありましたけどね。たまに、カフェ列車になってると、やるんですよね、こいつ。そう、相当はね、さっき乗った、伊勢鉄道が非常に似てますよね。そっち側は誰も乗ってないや。相当は、ね、いいかな、ここみたいですけどね。放送自体は、こんな感じで。セミクロス、こう、こうで、お手洗いやるんですね。あ、手洗いやるんだ。これはありがたいですね。よし。よし、まあ、まだあるでしょ。ちなみに、ね、これも先に施設を止めてもらって、まあ、トイレがある分になんか、まあ、あれですけど、な感じでね、結構、ね、前の方までね、来てね、撮ることができるんでね、意外とこう撮影はしやすいんじゃないかなと思います。でここに映ってるのが、家行きっていうのがね、面白いですよね。ちゃんと家行き行きですね。まあ、これで家行きって読むのも、まあ、なかなか難読っちゃ難読なんでしょうけどね。こっちの方、たまきとか家行きとか、こういう呼び方で言うと多いですよね。なんか、心なしか、一つ一つよりもちょっと気がしましたけどね。こっちの方が古いか。あ、このやつ乗ってくる気もしませんけど、一応お客登録名って言ったことですよね。まあ、なんかハイキングかなーって感じのお客さんが多そう。まあ、そうですね。山の方ですからね。そういったのは、まあ、気候的にも今日は売ってる時じゃないんでしょうかね。ハイキング日和。ね、これでね、コロナの時では県外からも来るかもしれませんけど。まあでもね、別に密になるようなことではないですからね。なんかこんな感じですからね。まあ、全然。まあ、3密は避けたままいけそうかな、という感じですね。快速便来ましたね。ちなみに青空フリーパスは快速便はもう自由席なら乗れますからね。帰りはね、それで行ってもいいかもしれませんね。早いですからね。まあまあ、来た列車の都合でね。まあ、余裕があれば、トマの方も行きたいですね。ちなみに、このね、今、トマったところの奥の方にね、例の、マスカウスのね、駅弁の売ってるところがあると。合意の際は、一部の駅を除き、車内で生産していただき、前売り車両の一番前のドアをご利用ください。あと1分ほど出していたします。窓下にお待ちください。今、向こう側の改札で、急いで入ってきたことがありますね。どうぞ。
そっちが規制本線ですね。ってことは規制本線ですか？そういうの。人形じゃないですか。一応衛星周りはね、よくでもちょいちょいやってるのかね。雲がだいぶ多いのは多いんですよね。山の山頂の方見えませんもんね。なんかね、伊勢石名屋のね、中ですけど、ここになってずーっと山の方に乗ってきますんでね。まずはこれです。じゃあ、カラオティングの動画ですね。ありがとうございました。どう考えてますかね。この古風をね、やつが出てくるんですよ。鉄道あるじゃないですか。ね、これはね、近鉄大阪線ですもん。ですので、あの一応スロースキーになれば、この道するところで、JR ちょっとね、離れてますけど、乗り換えができないわけではないです。ね、この道芝、あれですね。皆さん大好き、ベビーターラーメン、おやつカンパニーがね、最寄り駅ですよね。私もね、このね、おやつカンパニーのね、その、近くにいる、工場の近くに、四温泉っていう、新鮮の理由だったかな、っていうところがあって、そこに行ってたんですけどね、非常にいいお湯でね、一市です。いろいろとあります。人口もちょっと多いですよね。牛トラがね、綺麗な牛トラがあって、ね、お弁当が美味しいですよとかね、まあ、牛トラくんだったらどこでもありますけど、あの、こちら方の中世地域に来たらね、あのスーパーで弁当買うのはね、牛トラがおすすめですよ。牛トラかゼニヤ、マルヤスですね。この辺りがね、あの、お弁当美味しいなっていうイメージ。牛トラはカツ丼ですね。うん、牛トラのカツ丼食いたくなったけど、あそこのカツ丼をね、全部自分のところで、ね、作ってね、あの目の前でね、あの本当にカツ丼屋さんみたいに、ね、出し取ってね、作ってるんですよね。うん、それが悪いなって、オープンキッチンでね、やってるところが多いんですけど。うん、どこもね、厨房がない、そのピッカピカなんですよね、牛トラって。あれはすごいなと思いますね。そこはファミマやろ。まあ、そこにビュートラーじゃないですか。あそこのビュートラーのね、カツ丼美味しいんですよ。で、あそこから、ちょっと奥行ったところにね、上に行くかな、建物があってね、そこにね、温泉施設があって、あそこの温泉非常にいいんですよ。700円でね、もう昔はね、600円でね、全部ね、タオルとかも全部ついてきたんですけど、今はね、ちょっとタオルにサービスはやめちゃいました。ですね、タオルがいりますんで、ね、そこからご注意が必要ですけど。日によってサウナのスチームサウナとかいろいろね、種類が変わったりとかね、あんまそれ怖くないんですよね。一つの地みたいな感じのね、イメージがありますけど、漢字の表記がね、出てきたらね、そこで大体情報が出てきます。こんな感じでね、伊勢の木じゃなくて、日本の席なんですよね。そうそうそう、あっちの方が非常に非常に良くなるんですね。
運転箱に置いてください。運転箱に置いてください。1、2、3、4、5期連続であれなんですね。いいから始まる気がするかもしれない。福田先生でも上手ですね。僕も、食堂はお弁に登ってトンネルに入るんですけど、こっちを入れ。そのところから、もうね、無駄に崩して、いただきたいって。結局、名称線はね、全国全部一緒のローカル線付きですからね。やっぱね、消しのがいいですよ。ヘッピーソーでこんな感じで、入りちゃう。この辺のピッツがあてのは周りに高い建物がないと左足がついてるんですね。左をするっていう目的も兼ねてですね。さすがピッチなわけだ。素晴らしい PHS なくなっちゃいますけど、伊勢カバン地駅ね。ここで次にあれですね、インナー重箱かなとかでやるんですね、次で。聞こえにくいけど、終点に来ていますね、確かに。変わってますね。よし。よいしょ。で、あ、もうヘッドか。ついとったか。あ、もうヘッドか。ついとったか。ちょっと家に行く。こっからも行くわ。はい。誰かいるんだ。はい。こっちから乗り換えたらいいんか。ほうほうほう。あ、すげえ。こんな感じでね。家行き。きと、伊勢沖地行きか。ってことで、あ、こっちは一両編成だ。で、このまま、こっちが椅子が置きつに行くと。ってことで、今回は、特にね、閉塞交換はないと、いうことなんでね。このまま乗り換えて、こっちが椅子が置きつに行くと。通常は確か、松坂行きの乗り場になるはずなんですけどね。すいません、間違ってたらごめんなさい。こんな感じね。よし。反対側は、あ、
思いますね。向こう側は、ね、まあ、家ケーキについてはまだ開示にね、あると思います。今回はね、だから、その、転職効果ないってことなんでしょうね。まあ、帰りは、おそらく、閉塞効果を得ると思いますので、ちょっとそれは帰りのお楽しみにしましょうか。4日時からの料金は出てないですね。そう、まあ、それはそうか。高そうだけどか。でも、新宮からなくても3000円かかるんですね。まあ、そりゃそうか。そりゃそうか。ピークの時間帯に医療で保育してこう、まず少ない、多分、輸送量調整をしてるんでしょうね。それよってことになるかな。ですから、ちょっと、かなり、こっちから、必要な追求が、出てくるっていうのは、珍しいのかね。なんか、おお。もうなんか出発です。で、じゃあスタッフで。おなつさんで。おなつさん。このタイミングでスタッフをつけるって、スタッフがですね、とにかくスタッフですよね。それが原則ですよね。ブラックアニマスのという感じで、パスキルを調整とかにして、自分の体を倒れますね。おやややや、スタッフ。呼んでください。結構呼んでくれるんですよ。当たり前にあると思うのが食べ物が不思議なものです。あ、聞きまして、ミスターさあよいしょ。はい、ということで、やってきましたよ。伊勢奥津駅。入り口はね、すいません。私、まさかって最初案内してましたけど、津市なんですね。見すぎなんですね、この辺りは。旧見すぎ町ってことで。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、津になるわ、ということなんですけどね。まあ、奥津っていうのは、奥の津って書いてるのは奥津ですしね。まあ、これはね、まあ、考えてみたら読みにくいっちゃ読みにくいか。あ、ちょうどいいぐらいですね。やや青空もあって、雨は当たらんけど、直射日光当たらないというね、ちょうどいいじゃないですか。これからのね、旅を見ていくには、伊勢奥津駅ってこと。こんな感じで。ね、出てます。まあ、これが、この後、まさか雪に変わるはずなんですけど、いやー、まあ、目につくのはこれですね。スタッフって書いてありますね。まさにスタッフ閉塞で走りますよっていうね。ですから、出発信号なんもないですもんね。ほんとびっくりする。あ、で、そうだ。今回の旅はね、そうそう、今回はね、あれですからね、なんて言ったって、ターミナルがね、うちの本題ですから。ということで、ここですね。本当はね、これ名所線って名前からはね、松坂と名張を繋ぐってことでね、
本当はこの先ずっと何倍まで伸びていく予定だったらしいんですけど、残念ながらその夢は叶わず、ここで切れてしまってますけど、ターミナルってことでね、ちょっと面白い形ですね。あそこに、普通やったら手前のところにバッテンマークで、ね、書いてあるもんですけど、手前のところに来てるんですね。で、ここでね、給水車の跡なのかな？これ降りて見れるのかな？ね、ちょっと面白そうなもん立ってますね。へえ、乗ってはったんですね。あ、ちなみにこれね、ここのね、伊勢沖津って書いてあるここですね。ちなみにこの切符ね、紀伊長島までなんですね。熊野とかあっちの方は来ないんですね。同じ JR 東海の管内でも。なんかしら、紀伊長島切りって多いですよね。比較乗車券。それから、それですよね。ちょっと、ちょっと、あれですね。さあ。ということで、さあ、スタッフの案内を見て、ようこそ美杉町ってことでね。まあ、もともとね、市町村合併でね、美杉町がこの津市に入っていったって形ですからね。さあ、やってきました。伊勢沖津駅ってことでね。いや。結構ね、趣のある駅で。まあね、ここに、一応、朝一の電車はこれか。8時56分。はい、5時56分なんて試験、あ、トラブルの。で、家駅。こっちは朝2つ有給切れ。昼間は18時58分で断っちゃうんですよね。違う。まあ言うとね、ここからもう真っ逆まで860って。なるほどな。結構歴史。あ、やっぱそうですね。やはり給水車なんでしょうね。蒸気機関車の逆車で引いてるね。やつとかあるってことは。シェアシーチューホなんかね、最近コスになってますからね。今度とね。今、こっから引き継いでもね、結構あれしてるかかるかな。古いやつとか。いろいろ乗ってますね。ボンネットバスか、これ。三重交通だってね。いや、見慣れた三重交通ではあるんですけど、面白いですね。戦前の沖田の風景で。ちょうど移動とありますけど、まあ、本当にびっくりするくらい、いいです。シンプルで締めよくですよね。考えてみたら。ね、まさか上の市を権現前はあれとして、伊勢八田、伊勢市、伊勢木、伊勢大、伊勢川口、ここなんか全部、いいで始まりますもんね。で、伊駅、伊勢高原、伊勢鎌倉、伊勢谷地、で、伊勢沖津、ね、と。なあ、半分以上？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。17分の10だから半分以上ですね。そう。ちなみにお茶かな。あ、ちなみにこんな感じでね、スタンプもね、ありますからね。へえ。そうなんだ。なんかね、スタンプのやつもあったらね、押してくの。いいですね。2000のきつい。見すぎには綺麗な川がある。五七五になってんな。へえ。で、これが伊勢沖津駅ですね。よいしょ。まあ、観光名所なんかもね、書いてありますけどね。御嶽の桜とかね、いろいろと書いてありますね。北畠神社なんてあるんですね。東で5点なんてちょっとありますけどね。北畠氏館と。これってあれかな？戦後、平安武将の北畠顕とかってね、いますよね。そのあたりのゆかりのあれなのかな。伊勢ってあるんですよね。四日市にもね、あるんですよね。そう。実は、同級生がね、そう、北畠家のね、子孫っていう子がね、いましたからね。そういうふうな、ありますからね。ちなみに、でも、これだったらだいぶ赤系統とかそういうの増えてますね。この名勝線っていうと、これがね、一つのね、転換点というかね、話題になったところで言うと、この祝全線復旧って言ってますね。名勝線。2016年であったらもう4年経つんですね。まさかから伊勢沖津というふうになってます。要は、
ここら辺はね、先も走ってきてね、わかりますけど、もうとにかくね、山の中をこうずっと塗ってるわけで、で、土砂災害とかがね、やっぱ起こるとね、普通になると、特にね、一回ね、大きな土砂災害があって、それでずっとしばらくね、普通だったんですよね。家駅から先が普通になってたんだったかな。ちょっとすいません。詳細忘れちゃいましたけど。で、そのまま廃線になるのかなと思ってたんですけど、ここは、その後ね、復旧工事をやって、で、まあ、こういうふうにしてね、無事、伊勢沖までをまた、まあ、本来は長までだったんですけど、まあ、それはね、もう叶わぬということで、というふうにして、まあ、なんやかんや言って、結局、伊勢沖までの、再開ができたと。まあ、それもあってね、結構、駅舎とかもね、綺麗に作ね、なってたりとか、いうふうになってます。で、これがまた、町おこしのね、一つのね、点しようという感じになってるわけなんですよね。ここが土の八幡出頭場ってなってるんですね。出張場を兼ねてるんですね。市民センター兼ねてるんですね。そうだ。ポストを探さなかね、私ね、郵便物出さないといけないんだった。ちなみに、9時に出るってなってたんで、30分ぐらいで折り返すのかな。もう、あれだったらもう1分見送ってね。やっててもいいかなと思います。まあ、せっかくなんで、もうちょっと駅前を見ておきます。あ、トイレこっちにあるんですね。交番にある。助かりますね。あ、弁当売ってんだ。まだ？さすがにこの時間から売ってないかな。あ、でも開館午前9時。あれ？もう9時になってんじゃね？あ、営業中ってなってるな。せっかくだからちょっとね、お弁当かなんか買っておきましょうか。おきつじゃと。おきつ宿か。ちょっとお手洗い先に帰っていこう。さあ、ということで買ってきました。観光案内所の日だまりさんということでね。なんか大きそうなね、竹の子弁当とかね、あったんでね、買ってみました。さあ、まあどっかでね、ちょっと時間を見て食べようじゃないかと思っております。まあ結構腹減ってるんで、もうすぐ食ってもいいんですけどね。さて、ということで伊勢沖駅を見てきました。普通ならね、こっからね、あれするんやったら、ここで折り返してね、そのまま電車に乗ってくっていうのがセオリーなんでしょうけど、今9時19分やから、9時35分ね。電車に乗ってきゃね、普通に行けるんじゃないかってことなんですけどね。やはりね、それではね、あれですしね。まあまあ時間もありますからね。この11時半までね、の真っ盛り駅で乗ってこうじゃないかって思ってるわけです。じゃあもう2時間も何をするのかって言ったらですね、せっかくなんでね、駅間散歩をやりましょう。ということでね、さあ、こっからですね、駅間散歩シリーズでやっていきたいと思います。ということでね、伊勢沖駅からね、出駅をね、ちょっと一旦散歩してみようじゃないかということですね。まあまあね、ローカルのね、一駅区間って相当あると思いますし。でね、山道なんで大変かなと思ったんですけど、ちょっとね、ダイエットもしないといけないんですよ。でね、これ、5月24日に撮ってるんですけどね。我々ね、ちょっとね、いろいろな事情がありまして、最近ね、毎日ね、中尾を食べてるんですよ。中尾でもね、普通に牛丼とか食べとりゃね、よかったんでしょうけどね、ちょっといろんな大人の需要がございましてね、7種のチーズ牛親子丼っていうのをね、これをね、毎日ね、1日1食以上ね、食べているんですね。そうするとですね、お財布にもまあまあ効いてくるんですけどね、それ以上にですね、そのね、7種のチーズ親子丼、美味しいんです。美味しいんですけどね、ややね、コレステロールはたっぷりなんですよね。カロリーがね、かなりたっぷりなんですよね。親子のね、卵にね、鶏肉はまだね、ヘルシーですけどね、卵、たっぷりの卵にね、たっぷりのチーズが乗ってるわけですから、これはね、なかなかなもんなんです。ということでね、じゃあ、ちょっとダイエットも兼ねてね、歩いてみようじゃないかということで、まあ、ね、聞いてみたら、今ね、かつてね、店員さんに聞いてみたら、まあ、30分ぐらいで行きますよということなんでね、まあ、地元の方がそういうなら行けるでしょうということで、やってみようと思います。ちなみになんか、こんなところに、お食事屋さんとかもあるんですね。ただね、私ね、一つだけね、これね、大きなミスを犯してるんですよ。私ね、途中でね、ATM で下ろそうと思ってたんですよ、そういや。なんですけどね、考えてみたら、こっちの方に来たら、カード使えないじゃないですか。基本現金しか使えないじゃないですか、こういうね、地方の方に来たら。ね、それをくれ忘れて、そのまま、あ、アクセスいいや、って言ってね、ほい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 とね、この沖津駅前ってところ、伊勢沖津前来てしまったわけですけどね。ここは旅館をやってたのかな？ちなみに、もう駅名を見せるものかみたいな感じでは当たりますけど。名張駅前に、あ、名張まで行ってんだ。朝一、7時11分に、名張駅前まで行って、次は18時53分。これは、飯垣ってどこなの？飯垣って言われてもピンとこやん。名張ね。飯垣内、あ、これ、
E カイトかな ?E カイトって思うかな、ここら辺なんですよ。途中なんですね。あ、これは、これ乗ったら大変だ。これ降ろされたらもうどうしようもねえぞ。うん。よし。やめましょう。で、は、バッテリーがちょっとやばいけど、まあ、途中で多分切り替えながらやると思います。ああ、で、そうだ。これこれね。ピッチのアンテナ、ピッチのアンテナ。もはやね、うちのチャンネルのメインコンテンツはピッチのアンテナ探しですからね。何をしに来たのかよくわかりませんけど、ちゃんとありましたね、ピッチのアンテナ。これね、ピッチのアンテナだったやつですよ。DDI ポケットっぽいけどな。ちょっといいかな。ぐるっと回って。ああ、もう。何も書いてないですけどね。この感じは多分 DDI ポケットっぽいけどな。ね、パラフラアンテナ、B ね、と一緒になってるね。こういうパターンもあるんですね。奥には基地国見えますけどね。でっかい。あれは携帯電話用のやつですけどね。さあ。ってことでね。では、駅間散歩ってことでね。ここから伊勢奥とから人までね、歩いていこうじゃないかと、思いますよ。本当に30分で、30分、まあどっちにしろね。月2時間来ませんからね。多少ね、あの1時間くらいかけてもね、ゆっくり歩いてもね、問題はありません。ちょっとなんならもう一駅先まで歩いても行けるんじゃないかなって。そうすると、伊勢奥津の手前が何でしたっけ、伊勢鎌倉、あ、鎌倉の前に、谷地がありますね。伊勢谷地。あの駅舎もね、良かったですからね、あそこまで歩いてもいいかもしれませんね。2時間あったらそこまでぐらい辺ぐらいまで歩けるんじゃないですか。ちょっといい加減ね、本当にね、体重がね、一時期ずーっと痩せてたんですよ。見事に全部リバウンドしましたね。78キロまで見事に戻ってね、今マックスまでまた行っちゃいましたんでね。これはどうにかしないときまで。あ、でも、えらい。昔ながらの作り多いですね。なんか公衆便との州の地もなんか昔ながらの感じですよね。これは絶対後から作ったやつでしょうけど。で、伊勢奥津駅も94メートルってね、まあ、なかなか細かく行きましたね。ね、別に、普通に、100メートルで、公衆便と200メートルにすりゃよかったのに、わざわざこれを表記したのは何なんでしょうね。不思議ですね。三滝の桜とか4キロぐらい先行ったらあるらしいですけど、まあ、ちょっとね、こっちの方に行くとね、いや、本当にね、あざと大変になっちゃいますから。ああ、でも、なんか、ちょっと見ておくのはいいでしょう。まだ全然余裕ありますから。まだまだ余裕あります。本当はね、こっちをスーッと行ったらいいらしいですけど。あのね、小売店のって感じがね。まだだって、これ、一市郡、三郷、三杉村になってますよ。三杉村になってますからね。おきつ。すごいですね。大正の、集金帳とかで、昔ながらでとかこういう風に並んでますね。へえ、すごいですね。今はもうお店をやられてないのかな。タバコ定価表、すげえ。ベンソン&ヘッジズ、ベンソンヘッジズ売って260円で売ってたりしてたんですね。セブンスター180円ですよ。セブンスター、セッターが180円。うわぁ、時代ですね。って。エコー90円です。それはね、昔の人はね、気安に据えましたよね。今、セッター400円とか500円くらいしますもんね。いやー、すごい。でも、なんか懐かしいものいっぱいあります。ああね、フィルムとかね、これも、私が知ってる人世代前のやつですもんね。これなんか何に使うやつなんだろうな。あれかな、セメント溶かしたり、なんか溶かして、こう塗り付けたりするようなやつかな。ね、プログラムもこれ、下が5個ついてるやつですよね。今のやつは4個ですからね。面白いですね。タバコ買い受け帳とかね。昭和2年だもん。これ、本物でしょうね。すごいな。ちょっといろいろと。こっちの方もちょっと見てきましょうか。せっかくですからね。伊勢本街道こっちなんだ。その本街道これなの？
な、ちょっと、違いますよね。これじゃないですよね、さすがに。これはだって、もはや、道という手をなしてないですけど、あ、でも一応、あ、案内あるから、これ道なのか。ええ、すごいな。ええ。ああ、でも、こっち側景色いいですよね。よいしょ。ああマスク体制としてね、ちょっと歩いていこうと思いますけど、テクテクとね、この辺りも奥、沖釣り宿とかってなってますもんね。宿場町だったんでしょうね。昔からのちょっと旅館みたいなところもありましたもんね。今ね、駅前のところら辺とか。ねえ。これはいい感じのね、街並みじゃないですか。ええ。もうこっから先はすぐに、細かく書きますよね。公衆便所70メートル。西福津駅は 0.1 キロって。30メートル差なんですけどね。もうこの、この書き方、もう、ね、一緒のところってね、書いてもいい気がするんですけどね。そのね、左側に、手前の左側に映ってるのが公衆便所で、奥が駅舎ですからね。まあ、なんか、あれですね、そういうところしっかりと、なんか、やりたいんでしょうね。ほとときすなえちゃいますね。これは何？銀行跡。百貨銀行、興津支店。伊勢本街道を生かした、小説教育。どれが銀行跡だ？もう、あれですよね。建物はないんでしょうね。ここに銀行があったんでしょうね。昔は。ナバリまで29キロ。で、川上っていうのはちょっとわかりませんけど、5キロね。これね、気温ちょうどいいくらいですよ。本当にこれ夏だったらちょっと暑いでしょうけどね。あ、でもちょっと当たってきた。ちょっと当たってきたかな。ちょっと、確かにね、雲は多いのは多いんですよね。雨雲が。ここなんかも。昔ながらの宿って感じですよね。ああ、ちょっと当たってきたかな？ちょっと当たってきましたね、これ。あ、どうしような。とはいえ、2時間そこでボケてしたのも嫌ですしね。あ、ちなみにね、当たり前ですけど、いつものことですけど、傘は持ち合わせておりませんからね。何を自慢しで言うことやっていう話ですけど。あ、こんなところに郵便局がある。これは何？三杉郵便局？え？何郵便局なんやろ。集配局みたいですね。今日もやってるみたいですね。え？あ、この三重交通のやつって、西局で見かけるあれか。あ、西局からこっちに運んどんのか。へぇー。興津郵便局。ATM ないと、ATM はやってないか。ATM は、あ、いや、ATM、ああ、うん、うん、日曜日はお取り上げとかしてませんでしたね。ちょっと広いなと思ったけど、興津1って書いてあるわ。これ、集配局ないな。だいぶ、四日市とはだいぶ様子が違いますね。なんか、平和な感じですよね。だいぶね、こういうところも減っちゃいましたけどね。通話、基本通中央にだいぶ止まりましたからね。興津は、興津局っていうのに、三杉とかあの辺りを全体的に見とんのかな。まあ、この辺り三杉町ですしね、もともと。こっからもうちょっと先ずっと行ったところだったと思うんですけどね。一つね、いいところがあって、なんかね、足湯がね、無料で入れるところがある、施設があるんですよね。前に行った時に撮ったかな。多分ね、カメラ持っててなくてね、ちゃんと撮ってない気がするんですけどね。あったらね、こんな感じって。写真ぐらいはあると思います。こんな感じのところがあってね。あれね、よかったです。無料で、ね、使えるんですけど、ちょっとね、閉まる時間が早いんでね、早いうちからね、向かってた方がいいと思いますけど。そう、ちょうど私がね、やろう一人で行ったらね、親子連れというかね、お母さんと、おばあちゃんと、お孫さん、ね、女さんに水いらずって感じでね、お孫さんまで小学生ぐらいでしたけどね、のね、ところが気取ってね、一緒にね、使っとったらね、店員の人がね、普通にこれで家族連れと思われとったっていうね、
まあ、そりゃそうですよねっていう。いや、たまたま来た時間も同じぐらいに太ったんでね。ね、そんなこともあった、ところですけどね。いや、空気はいい。ね、言うまでもないですけどね。本当に空気ですね。ちょっとただ雨がポツポツ来とるのは気になりますけどね。ちょっと、駅前ぐらいまで戻った時に、一回切って、ね、ちょっと天気予報を確認してみましょうね。はい。さてとね、実はカメラ私の買いましたけどね。さあ、一応で雨はね、大丈夫みたいなんでね、あんまり気にせずに行こうと思います。で、本当にこれ、伊勢本街道これなのか？ん？これだって完全に、これですよね。人んちの敷地ですよね。こっちが伊勢本街道って言いたいんでしょうね。ああ、後でちょっとまた詳しい方はね、教えていただきたいです。あの道行っていいんだよってね、言うんでしたらね、行きますけど、あれ完全になんか、ね、個人の敷地内って感じですからね。一応、ちょっと、遠慮しときましょう。こっちが伊勢本街道って言いたいんでしょうね。ああ、後でちょっとまた詳しい方はね、教えていただきたいです。あの道行っていいんだよってね、言うんでしたらね、行きますけど、あれ完全になんか、ね、個人の敷地内って感じですからね。一応、ちょっと、遠慮しときましょう。あ、出てる間にもうね、列車は、まさか行きの列車は出ていきましたんで、これで退路は断たれましたね。どちらにしろ2時間、時間はかかるということですから、ね、じゃあ歩いていきましょう。いや、まあ、そこの辺もね、もう昔ながらのね、看板とかが残ってるんですよね。ここ駐在所。駐在所、こうやって、ここでは、ほんと、靴用になんか書いてありますね。へぇ。なんか、市場会館。市場がどこにあるのかわかりません。あ、でもこの辺りが一応商業施設が集まってるから、こう、っていうことなんですかね。へぇ。工事屋さんとかあったんだですね。ここは畳屋さんだったんだ。へぇ。あ、ごめんなさい。あったんだって言うとってね、現役のね、可能性ももちろんありますからね。もう、現役なのかな、多分。今日はね、日曜日ですから閉まってるところ多いですけどね。招き屋。この辺も全部、ね、大きい民家と思いきや、結構、してたんですね。で、まあ、この辺りにもあるが一気なソーラーですけど、この辺りとかあんまりソーラーつけてもなんかね、あ、こんにちは。あ、ちょうど離れた。方向こっちでいいんでしょうね。途中でなんか曲がらないとあかんってなってますけど。あ、そかそか、手前のところ曲がっても、行けたらいいや。ブダバートとかもあるね。まあ、こっちの方がでも歩いとったらいろいろとありそうですね。えらい、名所線の電車が、えらいおしゃれな電車になってますけどね。残念ながらそれで、どうかどうかもあれですけどね。なんか面白いですね。のれんやろとかね。いろいろあるんですね。で、滝の方にこう向かってハイキングコースなんてのがあるわけなんですね。まあ、今回はもう普通に隣駅までね、歩く、ね、駅前散歩ですからね。あ、で、水木小学校はこっち側なんだ。小学校こっち側なんですね。もっと私、家地の方になるんかなと思ってましたけど。すごい。新しい塗装の車もありますね。止めたそばから気になるのが出ますよね。すごいですね。これ GH5 自転車こう、あ、こうしたらわかりやすい。これ、ね、GH5 自転車。5の字がまた、昔のあの5の字ですよね。そういうなんか自転車のブランドがあったんでしょうね。今の何なのかな。まあ、ね、今も続いてるやつなんか、結構昔のね、バイクなんかも昔はね、200、なんか、ね、50社、60社とかはね、バイクメーカーがあったんですけど、今残ってるのはね、あんだけになっちゃってますけどっていうね、ような話もありますからね、どうなんでしょう。でも、この辺も商業施設からいろいろと100円とあるんですね。宮田の自転車。いろんな自転車があったんですよね。怖っ。バーバーですね。まあ、ちょっとまだ朝の早い時間ですからね。で、美容室もありますね。何やかんや一通りやるんですね。
ナミビ王室。で、一回渡ると。ね。一回名称線を渡って、これは何の施設のやつなんでしょう。ね。この、施設の建設には郵便局の会員権の資金が融資されています。これ、ちょいちょい見かけますよね。四日市の港の方なんかにともありますけど、ここは、あれはでも、水木村郵便局ってなってますね。珍しいですね。村が入ってる郵便局名って珍しいです。これ今もあるのかな？それともさっきの沖津のところが昔の名前かな？感覚的に言ったら多分あんな、そんな感じですよ。多分あそこは昔は三杉村郵便局って名前だったんじゃないかな。うん。歩道もありますから、そんなに苦労せずに行けそうですね。もしかしたら歩いてる途中でね、伊勢北津方面にね、行く列車はね、取れるかもしれませんけど、まあどうでしょう。そんなにね、頻度よくは来てませんからね。まあ取れたらということで。これがあれかな？あれが多分踏切用のセンサーかな？これね。多分これが踏切用のセンサーで。あ、これは、ここを通ったら解除になるかな？多分、つく踏切はまた別にあるんでしょうけど。次、小学校前ってなってますけど、あ、これ上にあるのが小学校なんだ。へぇー。あ、すごい。あ、ここ近くなんで、結構横長にずーっと広い。あれじゃないですか、あそこ。奥が山だからそんなに作れないから横長になるのかな。へぇー。二階建てか。あ、いや、平屋建てか。へぇー。綺麗な建物ですね、三杉の小学校。こんなところに第四種踏切があるじゃないですか。踏切注意。それもね、なんかこんなチャッチー作りですけど、れっきとした踏切ですからね。これが菅生踏切。へぇー、っていう名前らしいですね。渡るときは最新の注意してね。そうすると、奥の方に行けるってわけなんでしょう。車はもう無理でしょうね、絶対これは、さすがに。中野なら、あとね、言わせる暇も与えずに泣いてますからね。いや、素晴らしい。ここでしたらね、信長さんもね、穏やかにね、泣くのを待てるんじゃないでしょうか。まあ、このあたりね、走るのはいいでしょうし、で、本当バイクで走るのはちょうどいいぐらいの気候ですからね。雨も降ってないし、雨降るとね、一気にバイクは走りにくくなっちゃいますけど。うん。まあ私はバイク乗りじゃないんで、そんなに詳しくはないですけど。まあ結構周りにね、バイク乗る人が、やっぱしその郵便局にいたんでね、郵便局なんやかんや言ってて、バイク好きな人多いんですよ。うん。通勤にバイク使う人多かったですね。コスモ石油かと思ったら、コスモじゃなさそうだな、これ。なんだこれ？細切れ細切れ撮ってますけど、ずーっと歩いてきたら、あ、コスモ石油かなーと思ったんですよ。あれよく見てみると、どうやらコスモ石油。ではないのかな、これ。なんだ、これは。なんなんだ。交差点の沖津はここなんですね。まあまあ、結構離れたところにあるんですね。やっぱね、日差しが出てくるとぐってね、ちょっと暑さを感じますけど。ああ、でも、全然まだ。ここは、消防署から文書に変わったんですね。三杉消防署を消して、三杉文書にした感じですよね。いやいや、この辺りからちょっと歩行者向きの道って感じじゃないですよね。よいしょ。ちなみにこれは何でしょうね。総合エナジー。何でしょう。なんかコスモ感を漂いますけど、コスモではないですね。で、ついでに今日は休みなんですね。まあ日曜日ですからね。こういうところは大体日曜日休みますよね。よいしょ。向こうから渡った方がいい。あ、いや。ね、線路が向こうに伸びとる。あ、この道ね。こっちに行かないといけないんだ、これ。多分。あ、危ない、危ない。このまままっすぐ行ったらね、行けませんでしたね。ああ、多分そのまま、まさかの、白山とかあっちの方までずーっと歩かされる羽目になりますから、ね。それはさすがにね、ちょっと勘弁いただきたい。ご容赦いただきたい。あそこのポストに入れておこうか。ね、危うく、道を誤るところでしたね。まあ、ゆっくり待ちましょう。あ、でも、こっちの道はこっちの道に、あまり歩くのには向いてなさそうですけど。ポストがありますよ。ってことでね、
さあ、これ10万円の申請をしないといけませんからね。よく。まあ、県内ですからまだいいですよね。10時40分、ああ、え、あ、9時と8時40分、もう行っちゃってますね。あららら、残念。ね、あっとっとっと。よいしょ。はい。交換。美観工事責任者3。なんか、あるでしょうね。地元の軽トラさんが来てくれて助かりました。えらい変わらんなとは思ったんですけどね。まあまあ、ね、田舎の道やかなもんだなと思ってたんですけど。危ない、危ない。これは2時間待っても飽きませんよね。ポストがありますよ。ってことでね。さあ、これ10万円の申請をしないといけませんからね。よく。まあ、県内ですからまだいいですよね。10時40分、ああ、9時と8時40分、もう行っちゃってますね。あららら。ら中華は、ですね、取り集めは、土中央でやってるってことかな。あそこは単純にちょっと配達だけやってるって感じなのかな。今、ポストのね、取り集めは結構自宅さんになっとったりしてね、結構配達局が、東院の方なんかでもそうですし、北西郵便局の方なんかも確かそうなってるはずです。配達はやってるんですけど、もう週か、取り集めの方はやってなくて、全部、四日市西局がね、まとめてやってたりとかね、そういうようなね、ところ、結構こういった地方のところも、そういうケースが増えてます。うん。多分ここも、あそこもそういうことなんじゃないかな。ほら。ね、臨時休業。これね、おしゃれな、カフェ&バー、バルってなってますね。夜はちょ、夜もあれかな、お酒が飲みたりするのかな、っていう、スローテンポにしてらしいですけど。明日から営業再開できるみたいですね。よかったよかった。で、ね、まあ私も一つ来たことないですけどね、さすがに。まあ少しずつこうやってね、営業が再開していくのはありがたいことですね。うん。確かに歩いてきたらちょうどここら辺で一休みなんていうのもいいかもしれません。これで、ね、三杉町の、上戸のかな上戸のかな、はい、すいません。おっとっとっと。足元に普通に蝶々いますからね。よしよしよし。この辺からちょっと道細くなりますからね。まああれですね。道中はまあまあ狭いところもありますんでね。もう路肩全くないですからね。まあちょっとこの辺りとかはね、気をつけないといけないな、いけないですね。まああんまり、こっちは特に、あまりお散歩コースという前提では作ってない感じですもんね。なんか戻ってきて、フォームないんですいません。車道の方ね、歩かせてもらってますけど。どっか脇道があればね、よかったんですけど、どうにもなさそうですからね、この感じだと。いやもう、小川のせせらぎと小鳥の鳴き声と、もう本当になんかアルファーファ出てる感じですよね。空気も美味しいですし、素晴らしい感じですね。そういえば私ずっとこっち側歩いてましたけど、本来歩行者こういうところって右側通行でしたっけ？ちょっとこの辺り本当にこっち側が細いんで、ちょっとこっち側に撮りましょうか。そうですよね。すいません。本来はこっち側通行ですね。あ、すごいし。住んでますね。そこの方、お、ここは結構深いな、これ。へぇー。これ、はい、スーッと流れてってますけどね。これでちょうど半分ぐらい来てるみたいですね。いや、この道をずっと行ったら、一つなんか集落があって、で、その先に出駅がある感じみたいです。ね、何しろ初めてのところなんでね。の奥の道は本当にどこに繋がってるんやろって感じですけど。ちょっと道広くなったな。ほら、巻き割る用のね、丸太っていうんですか？ほら、あるでしょ？うん。普通にこれね、割ってね、巻きにしたのがね、積んであったりしますからね。この辺りってもしかしたらお風呂とか、あれなのかな？本当に巻き風呂だったりするのかな？鎮守の森を夢見る会。なんか、施設なんですね。こんなかなものを置いてありますね。これあれですよね。もみ殻ね、玄米ここ入れて、ガリ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 ってやったら、精米してこっちに出てきて、精米したらお米がこっから出てきて、もみ殻がこっちから出てくるとかやったかな。あ、こっちがもみ殻かな。買って殻が落ちるんやから、そうか、そうか、そうか。すみません。さすがに私も使ったことないですけどね。すごいな。こんなの、残ってるんですね。うわぁ、クマンバチ。そうやね。蜂もいますよね。そりゃ、
いますよね。これだけの山ですからね。虫はね、やっぱし多いですよ。虫除けスプレーとかはね、しといた方がよく、これからの時期は特にね、した方がいいかもしれませんね。ちなみにね、日差し出てきたらだいぶ暑くなっちゃったんでね、今もちょっとマスク取ってね、やってますけど、どうですかね。マスクつけとるつけてない関係ないですかね、音的には。マイクつけてるもんでね、音のね、確認がちょっとね、まあ、どっちにしろでもね、ずーっとこんな感じで小川のせせらぎが聞こえますし、いや、散歩するならいいですね、これ。まあ、これからもっと暑くなってくると、なかなか大変かもしれませんけどね。あと、飲み物はやっぱし、沖津駅で買っといた方が良さそうですね。道中はちょっと自販機とかも見当たらないですからね。さっきのね、郵便ポスト入れたところが最後かな。自動販売機みたいな。ちなみに、ちょっとなんか、霧雨みたいなのが当たっても、なんかほんとミスト見てて。画面上多分見えてないと思いますけど。奥に名称線見えますね。さっきね、ちょっと、お弁当とかね、買ったところでね、名称線の歴史みたいなのがね、ずらっと書いてあったんでね、ちょっとね、紹介をしておくと。ね、最初の方にもね、別の動画になってるかもしれませんけど、話してました通り、もともと名称線って名前は、ナバリと松坂を結ぶ予定だったと。ね、それが、まあ、西洋技術で止まってしまいましたよということですけど、本来はね、実はこれね、王将線っていう名前だったらしいですね。桜っていう字に松、桜と松で、王将線っていう名前で、計画自体が始まったらしいです。この王っていうのは、奈良県の桜井ですね。JR の桜井駅なんかありますけどね、和歌山線でしたっけ。ね、あそこの方まで繋ぐっていうね、計画だったみたいです。ってね。まあ、結局ね、やはりね、まさかね、名張間ね、そっちの方は、もう全部ね、近鉄ね、今の近鉄がね、線路引いちゃいましたからね、まあ、そんな二つあっても知らないや、このね、ところ、いうことで、まあ、こっちはこういうふうになっています。その際に、実はまさか線っていう名前に一時期なったんですけど、いや、でも将来的にやっぱし伸ばしたいよね、という、ね、希望を込めたりとかっていうのが、昭和10年代にあったらしいですね。おぉ、な、何の音かと思った。今日は音でしたね。すごい。あ、すごい。すごいですね。さも当然のように巻き終わってましたね。なかなか都会でももう見なくなった光景ですけど。まあ、薪にする気はいっぱいありますからね、このあたり。結構今でも薪を使うことが多いんでしょうね。さすがにガスが来てないと、まあ、都市ガスはないでしょうけど、プロパンガスは来てるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうね。意外と。あ、家をね、だいたい見たらわかるんですけど、家に確かに、電気のメーターはあるけど、ガスのメーターねえな。え？あ、そうなのかな。まあ、なかなか、うちのね、少ない登録者数では、この辺りに住んでて分かりますよっていう人になかなかいないかもしれませんけど、あ、って言っとったら、渡り口が見えてきましたね。波かご落石、なんでしょうね。波かごってよく分かんねえや。集落名か。集落名かな。そんな鉄道用語はないですもん。まあ、倒れたりしないようにでしょうね。行動にね。まあ、取られるというよりは、なんかそういうような意味合いじゃないかな。ね、材木屋さんも多いですね。あ、そうですね。なんて読むかな。波かごかな。波かご踏切。あ、踏切、JR は踏切に、あれですね。ルビが降ってあるはずなんで、それ見たらわかるか。どっかにないかな。絶対、JR は降るんですよ。JR 東海は少なくともね、絶対降りますからね。こっちかな。よし。いいですね。いいですね。ローカル線って感じですね。あんまり走ってない線路がちょっと全体的ですよ。自分ですけど。あと、あ、カゴって読むんだ。はぁ。カゴフェリキでね。すみません。これは完全に読み間違えてました。箱で、多分この集落は箱ってことなんですね。へー。波のカゴでね、箱か。なるほど。一つ勉強になりましたね。
なんか、このあたりなんか、鉄道名所線撮ったら綺麗に撮れそうですけどね、来ないかな。ここなんかいい感じの絵撮れそうですよね。ちょうどね、ちょっとね、あの、ランオフスペースもあるし、ちょうどいいんですよね。川も近くでね。へぇ。なかなかこんなとこまで普通歩いてこないですからね。どうなの？ちょっと一回列車の時間調べてみましょうか。はい、残念ながらね、来る来ないじゃなくてね、ここ、電波が圏外でした。さすがに山の中で集落と集落の間ですからね、さすがにこんなところまでね、電波飛ばしてなかったみたいですね。au なんできるかなと思ったけど、さすがに無理でしたね。残念だからカメラがやはり、温度上昇のためって出ちゃいましたね。仕方ないんで、こっちのサブカメラの方で映してますけどね。うん。一応マスクしときます。さすがに、酸味とか減ったくるもないですからね。ていうかね、さすがにね、マスクつけてると暑いのよ、これ。まあでもあんまりね、汚い顔見たくないかもしれませんからね。一応これでぐらい押しましょうか。ね。あ、ご老人会なんてあるんですね。この上走ってるのが、ああ、違う。お渡しの顔なんだ、これ。渓流ですね。いい、音吹いてますかね。いやー、いいですよ。ずーっとこういうね、川のせせらぎも歩いてるとね、ちょっとね、音の変化もありますからね。これは、非常にね、いや、川の流れる音って、これぐらいのちょうどね、川だと、こういうね、ちょうど癒されますよね。はぁ、あ。よいしょ。ねえ、なんか、こんな、橋上のところとか、ねえ、あの、ちょうど電車、ね、電車取れたらね、いい感じじゃないですか。まあ、なかなかそんなね、うまいことね、問屋は下ろしませんけどね。とりあえずまだちょっと取れそうかな。この辺りも、すごくいい感じですね。ああ、この辺りは車も止めませんから、ちなみにここ学習塾なんだ。ね、こういうところにもあるんですね。これなんか多分、まあまあ深いですよ、これ。わあ。すごいな。綺麗。で、こっち側にね、橋がかかっとって。ああ、このところね、ここで車がね、ちょうどコトコト走ってったら、ちょうどいい具合のね、絵が撮れるんですけどね。ああ、なかなか、うまいこといきませんね。にしても、すごい橋桁ですね、これ。まんま電車も来ます。あの、車も来ますしね。何してね、時刻をね、調べといたらね、あ、この辺りこれぐらい撮るやろなんてね、わかるところなんですけど、残念ながらね、全く調べずにね、やっちゃってますんでね。本当ならこういうところ一発撮ってね、おーってね、一発絵をバシッとサムネイルに使ってですよ。ね、そうすれば、おー、こんなとこから撮ったのかってなってね、多少ね、再生数もね、伸びるところなんですが、そこら辺ができないっていうのはさすがね、この最低編プリっていうね、うちのチャンネルらしいって、そんなんじゃダメなんですけど、ちなみに、建設は2008年なんで結構新しいんですね。へえ。あれかな？でも、下の地盤は2008年ってことなさそうですよね。この上を2008年に書き換えてるってことなのかな？失意性を使うんだ。へえ。まあ、ずーっとこんな感じで、ね、名所線の、左右をですね、くねくねくねと、まるで焼き鳥のね、皮を打つような感じでね、焼き鳥というか、うなぎの方が表現としていいか、うなぎの口を打つみたいな感じでね、こう、南にね、この、口がね、名所線でね、こっちの道路がうなぎみたいな感じでね、くね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 と渡りながらですけど、ね、山奥って感じですね。まあ、それ山奥なんですからね、当然なんですけど。あ、でもここなんかちょっと、いい感じですね。すごいですね。発砲禁止。なんか、重要電話線。発砲ってあれ、ダムの水バーンって出すことですかね。この奥ってダム、ああ、あるか。あるわ、あるわ。よいしょと。あれとた、あれかな？出駅ありますね。あ、もう駅前は来たんですね。なんやかんやと。
歩いてきましたね。散歩にはちょうどいい、あれですね。あ、こんにちは。あ、筆跡の前にもあったな、ポスト。こっちは新しいレターパック対応じゃないですか。それはじゃあ、公衆無線かピッチじゃないな。広域無線ですよね、これは。はあ。日本立ての公衆無線って。で、ね。冷やしん付きっていうのもなかなか面白いですね。これは、どこのやつかな。KDD、あ、ってことはこれね、AU のアンテナですからね。まあ、大丈夫です。こいつもね、バッチリ駅前から飛んでますね。よかったよかった。ね。駅があの上にあるっぽいけど、どうやって帰ってりゃいいんだ、これ。ここ登ってったらただの私有地ですよね。え？登っていけるのかな？わかんねえや。ちなみにポストの方が来るからね。あ、こっちのポストやったら10時半やったら、それやってみせてくれたら。しまったな。ああ、こっちまた足になりますね。やっぱ土中央がやってるんですね。まだ、見過ぎ町ですけどね。谷地、あ、谷地ってなってますけど、あれ、谷地の地図なんですね。面白い。面白い地名の書き方じゃん。これは単純に周知ですよね。ああ、そっちから登ったらいいのかな。ちょっと時間だけ見て、まあ、谷地駅ね、まあね、フリーキップ持ってますからね。徐々に入っても大丈夫でしょう。まあまあ、急だろ、これ。え、この上か？なかなか急だな。おぉ。え？よいしょ。よいしょ。おぉおぉおぉ。これちょっと気をつけやんと。うん。雨の日は多分滑りますね、これ。あ、向こうからぐるっと大回しやいいのか。あ。おぉ、急だ。すげえ。おぉ。階段にしてほしかった。あ、自転車とかが通るのにあれか。へぇ。実、発電設備なんていうのもあるんですね。これ？あれ？駅がない。あれ？あ、でもそこに駅っぽいのあるよな。それか。あ、でも駅のホームみたいになっとるもんな。あ、こんにちは。筆駅ってここですか？筆駅ってここです？ああ、よかったよかった。間違ってなかったわ。あらら、ホワンちゃん。おほほほ。おほほ、ホワンちゃん、ホワンちゃん。駅の番犬いますね。おお、よし。あ、着いた着いた。筆駅だ。まあ、こいつ時間ちょっとかかりましたけどね。一駅着きましたね。で、伊勢沖と方、まあ、10時54分、まだ来ないんだ。で、こっち方面11時37分だから、まあでもまだまだ余裕ありますね。でも1時間か。1時間ぐらいあるのか。今、10時41分。ああ、まあやっぱ1時間今日かかりましたね。まあ、単純に多分いろんなところね、見てね、どうのこうのやってましたからね。さあ、あと1時間あったら、谷地駅。次、谷地ですよね。谷地までなら歩きやんかな。どうだ、ちょっと地図見てみますわ。こことも同じぐらいの距離やったら行きますからね。ちょっと林で行ったら。まあちょっと疲れてますけど。よし。まあまあ微妙な時間ですね。同じぐらいの距離みたいですけどね。いけるかな？ 1 時間切ってますもんね。ああ、40分ぐらいですよね。向こうが多分出るの。ああ、というか、あんまりじっくり、どうよ、ゆっくりしとったから、これ。ゆっくりなら行くで、もう行っちゃわないといけません。多分この道をね、ずっと行ったらどうも行けるみたいなんで。うん。普通ならこのまま店が落ち着くまでもう一回乗ってね、っていうところなんですけどね。まあせっかくだから歩きましょうか、もうちょっと。伊勢谷地まで、これで乗り遅れたら、乗り遅れたらまずいけどな、次13時13分だろ？いや、あまり、そんな体力もないし、ね、番犬のね、ワンちゃん泣かせるわけにもいきませんだって。あ、ご飯食べようか。ね、ご飯食べるぐらいの時間あるでしょ？ 54 分、10分？ 10 分。
小一時間ちょっとかかりましたけどね、一駅着きましたね。で、伊勢沖と方面、10時54分で、まだ来ないんだ。あ、ご飯食べようか。ちょっと買ったものの紹介だけやっときましょうかね。よいしょ。まあね、いろいろと買ってみたんですけどね、よいしょ。これね、お土産品でね、免許制のね、グッズが売ってましたから買ってきましたよ。これね、伊勢沖っつうのちょっと、広があれですけどね、駅、これ、伊勢沖って駅のやつでね、これ、給水塔がね、出てますし、さあ、マグネットなんてなかったんでね、買ってみました。まあ、これちょっと、家の、ところにでも貼っとこうかなと。デスクのところをね、ちょっと、データとかさすのね。で、どうしようね、今から食べちゃおうかな。こんなね、タケノコ飯ってなかったんでね、買ってみました。美味しそうじゃないですか。ね、せっかくなんで、ちょっといただいてみようかなと。あ、こんな感じ。結構山菜とかも入って、あ、美味しそうじゃないですか。ね。ちょっとせっかくなんで、いただいておきましょうかね。はい、ってことでね、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ってことで、美味しかったですよ。どちらかというとね、普通のね、火薬ご飯にね、タケノコがこう、乗せてあるって感じで、中にね、混ぜ込んであるというより、上に乗せてあるって感じでしたね。じゃあね、なんや、ね、中に死んでないのかっていうのはね、またそれは僕の話でですね、しっかりとした火薬ご飯の味があってね、でね、面白かったのがね、これ、チリチキンが入ってるみたいですね。うん。なんかね、普通のね、おこわご飯とはちょっと違うなと思ったらね、鶏肉じゃなくて、かしわじゃなくて、あれですね。どうや、シーチキンですね、あれ。あ、これは面白いな。で、さっぱりしててね、美味しくいただきました。ペロッといただきました。いいですね。440円やったかな。それぐらいでしたからね。全然ね、本当お買い得だと思います。これね、おすすめですよ。ぜひ、もしかしたら旬のものかもしれませんね。タケノコですんでね。ですけど、これは良かったということでね。もう、あと5分も、天うちに。うん。もうすぐね、また伊勢沖地域が出会ってくるみたいで、多分先乗った電車にもう一回乗ることになるんでしょうけど。いや、美味しかった、美味しかった。でもやっぱ JR の一駅はね、まあまあいいんですね。ちなみに、ダイエットやってるのに食べていいのかって話なんですけど、まあ、いやいや、食べるのはね、またね、美味しくいただくのもね、また旅のね、醍醐味でございますからね。はいはいはい。そんなこと言っとるから、いつまで経ってもダイエットできないんですけどね。ははは。よいしょ。そう。前側からしか乗りませんからね。でも、この、出駅ってのも面白いですね。構造が、シンプルなね、作りですけど。あ、でもこういうところにも名所案内あるんですね。ちなみに、桐山城跡と北畑市館跡庭園。なんか北畑系がやっぱ強いんですね、この辺りは。お、来た来た来た。おぉ。あ、で、後ろ側に来る。よし。あ、いた。よっしゃ。ご利用のお客様は、前降り車両の一番前のドアをご利用ください。この列車は、途中途中で、温度センサーに仕方ありそうですけどね。そこまで行けるかな。おぉ。
箱でしたね。あれか、一に乗ってきた列車と一緒かなと思ったけど、304ってことは、
後でちょっと画像を見直しますけど、最初に、家駅から、松坂から家駅の間に乗ってきたやつと一緒のやつか。あ、そうか、そうか。それが折り返して、そっから松坂から伊勢沖追記になって、で、家駅で、そうですね。入れ替えをしてってことでしょうね。あ、そうか、そうか、そうか。よし。さあ、全く新鮮味がありませんね。つい1時間ほど前に見た光景ではありますけど。なんか変わったところあるかな、この1時間で。まあ、何も変わらないでしょうね。ちょっと、お客さんの数は増えてるかな。ちなみに、次の列車が、11時30分ですから、ここの駅で、この駅で、まだ20分ほど時間ありますね。ちょっと、さっきのやつとかだけ吸ってて、ね。どうかと思います。まあ、でも多分ね、直接ね、歩いてったらね、30分ちょっとできると思いますよ。今回ね、だいぶ寄り道をしましたからね。しょっぱなだって反対方向の郵便局の方行ってましたからね。そりゃね、時間もかかるわってわけで。はい。でね、ことでね、まあ、何やかん言うてね、ずっと歩いとったんでね、まあ、まあ、ね、汗もかきましたんでね、水をね、今買い出してきて、先、お茶買ったところとね、一緒のところですけどね、かってね、まあ、これぐらいで着きましたよ、とかって話しながらね、戻ってきたわけでございます。あ、で、こっちのうどん屋さんがオープンしましたね。こんなところとかあるんですね。丸うさん、へぇ、中うのうなんだ。ね、うさぎのうなんですね。へぇ、鹿ジビエとかやってんだ。へぇ、それちょっと気になりますけどね。いかんすね。おぉ、来た。コミュニティボス来ましたね。あ、この時間だとこういうアクセスがあるんですね。へぇ、これどこで展開するんやろ。あ、どこで、あれか。入れ替えるんだ。あ、こんにちは。マルキン乗っこうかな。森林セラピーとかなんかこんなんあるんですね。森に帰るな。また確かに今いい感じでしたからね。いや、癒しの力ありますね。あのね、ちょっとね、発信のところ歩いとってもね、癒され感ありましたからね。あ、で、まっさか行きになりましたね。ということで、まさかで、ちょっと見ていきましょう。よし。帰りは、どれぐらい乗るんだろうな。よいしょ。よいしょ、よいしょ。はい、あ。あと、言うてね、歩き回りましたからね。やっぱね、一駅区間って言ってもね、歩くとまあまあな距離ですよ。うん、疲れた、疲れた。よし。よし。またゆっくり、ゆっくり、まさかまで戻りましょうか。すごい。すごい。10キロ。ちょっと時間ありますけど。ちょっと、パイパープレーン運んでますよね。よいしょ。スタブをね、持って行きましたね。で、このスタブを、ね、向こうから来たね、伊勢沖行きの列車に渡すっていうね。ちょっと時間もあるし、ちらりと駅舎の方を見てきましょうか。こんな感じね。で、こっち側からやっぱり背を引き継ぎ行けるですね。さっきはね、逆でしたけどね、こっちからまさか行って出ましたけど。あ、ちゃんと手洗い場もありますね。これね、友人駅になっちゃって、あ、でも、すごい。奥行きもあれですね。あちらにフリーキップで来てるんで、まあ、普通に出入りして問題ないと思うんですけど。まあ、こんな感じで、まあもう、そのうち電車も来ますからね。あれですけど。まあまあ。入り口はこれも結構重きがね。よいしょ。あ、こんにちは、どうぞ。はいはい。いい。
え、どっち方面でした？まあ、まあ、だいたい一緒で練習するからね。そうですね。小吉の方23分。そうですね。23分。そうですね。23分ですね。小吉方面は。はい。まだちょっと時間ね。あの、初めて来たところなんで、当たり前のようにね、こうね、案内をするっていうのはね、接客業の癖でしょうね。こんな感じで。まあ、もう車の方ちょっと戻りましょうかね。よし。あちらにこんな感じで、一応電車が来たらこういう警報器が鳴るみたいになるのかな。ああ、そういうことか。電車が通過するときは、声をかけて通れないようにしてるんですね。ある意味踏切、校内踏切みたいな扱いなのかな。まあ一応校内踏切でしょうね、これ。踏み切りますからね。なんか乗って待ちましょうかね。開きっぱなしになっといて、閉めとくとね。よし。よし。音が鳴る。来ましたね。そうか、ボタンボタンボタン。ローカルするって感じでね。やっぱ普通はこっちからこっちにあれですね。なるんですね。やっぱね、こちらからさ、こちらのホームから発車する、2番ホームから発車するのは珍しいのかな。うん。これいいのが取れたかもしれませんね。で、そう押しとると、チェロ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 。で、渡ってきたんで、で、一回これを解凍するんですね。あ、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 これでまた壊れますって。なにゃー。おー。さあ、無事戻ってきました。まったく、もう未来だと思うんですけどね。で、こっからまたこの電車は、伊勢沖という時に、変わるんですよね。マスター、計測も、回収されましたね。アクセスいいですね。そのまま13時3分ですね。小林のワンマン列車やってくるんですね。じゃあ、ちょっと、伊勢の様子でも見に行こうかなというところなんですけど、ちょっとね、あのね、あえてね、ちょっと一回降りようと思います。ってのはね、言った、さっきも言ってましたけど、ちょっとね、ATM で降ろさないとね、今1000円ぐらいしかね、財布の中にないんでね。さあ、どうかな。ちなみにこれ近鉄方面って言うと、そのまま飲み会ができるんですけど、ちなみに、駅でね、生産できるんで、基本的に生産は車内でしなくていいんですけど、なんかね、近鉄に乗り換えを直接する場合は、ここで車内です。車内で生産をして、で、生産証もやって、それでまさかが乗りましたよって近鉄の正面になるみたいです。ですから、降りずにね、そのまんま、近鉄の方の乗り換えもできるみたいですよ、と。よいしょ。松阪駅こんな感じ。こっち側って、乗り場あったっけな？結構、8番乗り場まであるんですよね。あ、普通にファミ、あ、でも、ファミマは、いやですね。手数料かかるよな。どっかにないかな。どっかになかったかな。イオン銀行の ATM。ね。ね。すごい。3分、9分、11分に入れて、こんな感じでね、どんどん来ますけどね。このね、やはり圧倒的な格差がありますからね。あ、こっち側も出口あるな。うん。あ、こっちの出口って使ったことないや。いつもね、あっち側ばっかし使ってますね。南出口になるのかな？あっちがまあメインの出入り口って感じですけどね。あ、こっちは近鉄って感じですね。こんな出入り口あったんだ。けどな。よっしゃ。あ、大丈夫だ。さすが近鉄、ちゃんと JR のやつも対応しますね。こんな乗り場、あ、こんな出入り口あったんだ。さあ、地方、でもこっちの方がやっぱし、乗り場としてはね、こじんまりしてますね。タクシーはある。バス乗り場はないですよね。向こう側しかないですよね。こんな感じなんですね。
あんまりこっちで降りれない理由の、もう一つの理由がね、私大体ね、まさかに用事があるときっていうのは、京町とかね、愛宕とかね、あと前の下とかね、あっちの方にね、大体用事があるときに、ね、まさかに来ますんで、そうするとやっぱしね、向こう側で降りた方がね、当然便利なんでね。まあ、京町って言ったら一応こっちが京町なんでしたっけ？なんか京町広いんですよね。そうそうそう。でも京町行くな。この辺りもね、細かくね、いろいろとね、いろんな店がある。これがね、まさかのいいところですよね。当然ですけど、ちょっと探せば、ねぐらでもまさか牛食べれるところね、ありますからね。あー、どーんと電車来ますね。で、これが鳥羽行きの、あれかな、列車なんですよね。まあ、これは見送って。まあどっちかというと私的にはこっちの方のが見慣れた光景というか、そっちが駅前の方でね、そこからすると南の方に行くと、この辺りに愛宕とかいう地域に入ってくる、ね、この辺りのね、そこちょっといたところに、その雇ったカラオケ屋さんがあってね、そうそうそう、この辺りこんなもんでどうかな、ぐるっとねこっち側に回ってくるみたいな、こっちが便利な感じですよね。で、まさか駅はなんか知んないけど、乗降客数は絶対に近鉄の方が多いのに、この辺り共用駅、コアナもそうですし、まっさかも通もそうだな。伊勢市駅ではもう完全に JR だけですけど、ね、全然乗り場の感じが、JR の方のメイン感があるんですよね。さあ、ATM が、しまったー。セブン銀行か。イオン銀行じゃなくてね、セブン銀行となるとね、逆にイオン銀行下ろせないんですよね。実は。まあそれは提携するはずがないね、水と油ですからね。どっかに入れてもないからな。はい。で、調べてみたんですけどね、こんな感じ、地図で見たらね、なんとびっくり。まさか全然、駅前にイオン銀行の ATM ないんですね。いやー、しまった、しまった。ね、まさかって言ったら、俺、あると思ったんやけど、ね、だってもともと、マックスバリューの本社、ね、実は、まさかにあったんですけどね。あれこんな感じで結構イオンが強いところやからね、イオン金庫の ATM ぐらい、駅前一つぐらいあるだろうと思うけど、ないんですね。まさかのね、全くの敵さんのセブン銀行の ATM があるっていうあれ様でございました。JR 側はこんな感じ、メインはこんな感じ、ね。そっちが、インドの丸口なんかもね、ありますし、こっちがね、近鉄の切符売り場になる。まあ、東急券も当然、だいぶ有人駅ですよ。ことでね、降ろしてきましたけどね、やっぱしね、イオン銀行はやっぱりセブン銀行と提携してないみたいですね。ダメみたいなんで、よくわからなかったので、まあ、とりあえずね、別の口座に5000円くらい入っとったんで、とりあえずそれを降ろして、まあまあ5000円じゃなんとかなるでしょう。ね、まあ、ちょっと、まさか牛に行くにはちょっと勇気がいる残高ではありますけど、ね、せっかくまさか来たよとかね、荒竹さん行きたいですよね。突進しよう13時45分の快速名なんか。それはそれで面白いな。どうしような。まあ、このままね、戻っててもね、つまらないですからね。まあ、せっかくなんで、ちょっと、そばというよりは、伊勢市の方で、ちらっと見てみますか。ね。さてね、買ってきましたけどね。牛肉弁当でしょ。こんな感じでやるんですけどね。ね。駅弁いいですよね。やっぱね、こういう旅はね、駅弁ですよね。これ、ちなみに、校内側のね、やつこんな感じ。アクリアファイルなんかもやってんだね。ではちょっと後で開きましょうか。しかし、あれですね。IC カードのチャージは、JR に、これ JR のやつですよね。が置いてあるんですね。千円札のみってなってますけど。ちなみにね、散々言ってますけど、こっちからはね、ね、完全に JR の IC のやつね、ありますけどね、JR 線では IC は使えませんからね、これ気をつけないといけません。まあ、こういうところには使えるようになってますからね、便利は便利ですけどね、持っとったら。
あと、近鉄の方は問題なく全然使えますからね。昔はあれか、これもベルマートのところが、うどん屋さんでしたっけ？うどん屋さんありましたよね。そうそうそう。昔食ったことあるんですけどね。うん。うどん屋さんも食べましたけど、まあ、こっちのね、荒滝さんの方は、ね、名所線ご両親。まあ、早速乗ってきましたからね。よいしょ。いい旅でしたね。ちなみにこういうふうなね、特段で回数券なんてのは、またこれで、まあ、通まさかをね、近鉄特急とね、こう、競合するという。もうだいぶ安くなりますね。通名古屋間が790円ですからね。まあ、元がだいぶ高いですからね。どうしても元の値段で言ったらね、遅い上に、完全に近鉄の方が早いですからね。急行使ったらね、全然早いですし。特急料金とね、いいぐらいの値段にはもう、特急だったらもうあっという間ですからね。何せ高速特急に乗ったら、ノンストップで名古屋まで行っちゃいますからね。で、これで、よし、ね。しておくと、ごめんね、こっちの方にまた降りて。まあ、まだまだね、県内移動ですから、まあ、お伊勢さんどうなんでしょうね。あ、もちろん、とりあえず行ってみますけど、お伊勢さん行ってめちゃくちゃ混んでるわってね、いう状況でしたら、さすがにもう、撮影せずにね、もう、すぐにそのまま引き返そうと思ってます。そのままそばとか二見の方にね、回ろうかなと、考えてますんで。まあ、それはちょっと様子見てやっていこうと思います。あ、もう電車出てたな。13時9分のね、発車ですもんね。特に出ててますね。もしかしたら、あまり、ゆっくりお弁当を広げる時間がないかもしれない。というかね、今度ったらね、座れなかったらね、快速だとちょっと厳しいですけどね。よし。こんな辺りとか昔からのね、電車の流れですよね。こういうところにね、水の出す、手洗い場があるね。顔とかも洗えるようになってるんですよね、確か。蒸気機関車とかが走っとった時の名残なんでしょうね、確か。ちなみにね、このね、牛肉弁当とかね、モータロー弁当は実はまさか牛ではないんですよね。黒毛和牛ってことで、まあでも黒毛和牛で十分なんですよ。まあね、でもせっかくね、まさか来たんだからね、それはまさか牛でしょうっていう方はね、こちらの方ってことですね。ちょっとね、やはりお値段がね、ちょっとありますけどね、3800円とかっていう値段より、こっちはもう正真正銘のマサゴシが使われるってことですのでね。まあ、これはこれね、美味しいんですけど、まあね、今回はね、ちょっと定番の方から言ってみました。さっきも言った通りね、ちょっとね、今ね、ちょっとなかなかね、今ね、5000円って言うとね、さ、この後の借りがなかなか大変なことになりますんでね。ははは。ちょっと、マサゴシに行くにはちょっと、勇気がいる残高ではありますけど、ね、せっかくまさか来たやつで、荒竹さん行きたいですよね。さてね、買ってきましたけどね、牛肉弁当でちょっとあの感じでやるんだけどね、ねえ、やっぱ駅弁いいですよね。やっぱね、こういう旅はね、駅弁ですよね。これがちなみに島内側のね、やつこんな感じ。ちなみにね、こんな案内ももらってきました。もうね、荒崎さんの弁当に関してましてはね、私がね、どうのこうの言うまでもなく、スーツさんのね、もう動画でね、もうね、たくさんね、紹介されてますし、他のね、鉄道系の方でもね、まあ、ここはもうね、全国でもなかなか屈指のね、名駅弁でございますから、特にこの、モーダル弁当とか有名ですね、あと、よくやってるのがこれ、まさか牛物語とかね、加熱式駅弁ということでね、これ、ふかふかで熱々で食べれるというのはね、非常に、こういうなんか風が。そう。とりあえず私はね、定番のね、このね、牛肉弁当もしてるんだけどね、これもね、これで、ね、面白い、試みがあって、こんな風にね、掛け紙がね、いろんなバージョンがあるんですよね。これ、DD 腰引きもね、10連とかね、なかなかね、面白い、いい感じですけど、オードバイのセメント貨車とかね。いろいろとね、こういうね、ちょっとレアなね、やつをね、こう、ガランしてるのがあるみたいでね。こんな感じにしてみました。特選牛肉弁当ってね。ほら。これは、ちなみに、ね。
ね、てっちゃんならこれ見て、おーってね、これはあれじゃないですかっていう笑いをするとこでしょうけど、私ね、これ何のやつなんですかってね、あんま詳しくないですからね、聞きました。これ臨時団体電車のね、やつで。いや、昔はね、伊勢志摩といったら、修学旅行なんかでね、よく使われる、旅先の一つでございましたが、定番のね、っていうものを受けのやつらしいですけどね。よいしょ。こういったね、いろんなね。これがね、20何種類 ?26 種類って言っただけね。これ新しくできたっていうね。神山機関区とかって言ってますけど、そうですね。ここには載ってないですよ。これ新しいんでね、まだ載ってないですけどね。規制貨物とか、昔のね、規制線は貨物とかもやってましたし。あ、で、近鉄もあるんですね。まあ、近鉄も乗り入れてますからね。JR だけかと思ったら、面白いですね。あ、でもこれは JR の時のやつですね。もう JR のマークが入ってますもんね。ちなみにね、このね、牛肉弁当とかね、モータロー弁当は実はまさか牛ではないんですよね。黒毛和牛ってことで、まあでも黒毛和牛で牛なんですよ。まあね、でもせっかくね、まさか来たからね、それはまさか牛でしょうっていう方はね、こちらの方ってことですね。ちょっとね、やはりお値段がね、ちょっと入りますけどね、3800円とかっていう値段より、こっちはもう正真正銘のマサゴシが使われるってことですんでね。まあ、これはこれでね、美味しいですけど、まあね、今回はね、ちょっと定番の方から言ってみました。さっきも言った通りね、ちょっとね、今ね、ちょっとなかなかね、今ね、5000円って言うとね、さ、この後の借り方、なかなか大変なことになりますんでね。あれ、こいつね、これね、車の方でも買いますからね、ドライブインありますんでね。大気町の方ですね。ってことですね。快速。どうかな？座れるかな？大丈夫そうかな？おー。で、やっぱ、だいぶ前の方だな。はいはいはい。こっちが自由席やな。大丈夫、自由席や。よし。どうしてな。まあね、そんなね、わーわーね、いちいち動画を回して言うことでもないのかもしれませんけど、ちなみにね、まさか駅のね、ところに来たらね、最近ね、買った、お茶とか260円でしょ？あ、ちょっと LED で読みにくいですけどね。これね、お水130円なんですよね。あれ、伊勢おきつの売店、100円で売ってくれてましたよね。ね、伊勢おきつの売店の方が安いじゃないですか。めちゃくちゃ親切じゃないですか、伊勢おきつの売店ね。普通ね、あんな山奥って言ったらなんか言い方悪いかな。ね、ああいうところでしたらね、あちらの方がね、ちょっとお値段をね、取ったってね、叱るべきだと思うんですけどね、すごく、ね、良心的なお値段でね、されてるってことで、ね、素晴らしいですね。っていう、それだけです。はい。順調に伊勢島に戻ってきましたけどね。遊知線に、これは、快速見え用のやつが止まってますけどね。そこに快速見えて入ってないのを見るとなんか新鮮ですね。まあ、快速なんで、そうじゃ、そうなんでしょうけど。こっちが、給油所なんでね、ガソリンスタンドみたいになってますよね。まあ、伊勢駅は何回か来てますけどね。うん。基本的に駅舎は全部こっち側ってことで、なかなかね、実は近鉄にね、行くのなんで、結構、まあまあ、古戦況を越えて通ったらいいかな考え、大変は大変なんですよね。はぁ、あ。あ、そうそう、でね、美味しくいただきました。いや、美味しかった、美味しかった。もうさすがですね。でね、私知らなかったですけどね、これね、松阪牛のね、牛丼弁当ね、作った方がね、2代目の、方らしいんですけど、荒竹良太郎っていうね、さんって方だ。
荒竹良太郎さんって方がね、作られてたんですね。いやいやいや、知りませんでした。ちゃんとね、そのあたりね、ちゃんと押さえとけよって話なんですけどね。いやいや、そんなことご存知でね、ふらっと語ってましたけど、しかもね、良太の字がね、良太郎さんですけど、その良太の字がね、山里良太さんと一緒のね、あの良太なんですね。いやね、私の国旗がないとは言いませんけど、この良太って人はすごいですね。この量がついてる量さん、ね、量さん、めっちゃでね、まあもうね、素晴らしい名前なんですけど、さらに形の役の感じだと、いや、違うなと、助からなっていう。まあね、世の中にはまあね、全然作家じゃない量ってやつもいますけどね、まあ、誰とは言うんだけどね、こんなね、なんかチャンネル登録者ただ1年だって、まだね、150人にすら達してないね、サブチャンネルに至っては9人しかいないっていうね、やっとでやるのかっていうね、チャンネルやってるような YouTuber もいますけどね、りょうたって名前で、まあ、ダメとは言いませんけどね、皆までは言いませんけど、はい。でも、ポッチファンにもこんな選挙あったんですよ、俺知らんかった。こっちもちょっとターミナルになりますね。まあ別にターミナルっていう、ターミナル駅ではないですけど、ここは。でもまあ、車両キットとかもあって、まあ、掃除してるわ、すごいな。こんなところ、選挙あったんすね。よいしょ。こっち側の選挙してなかった。全然気づいてなかった。実際使ってる人はほとんどいなさそうですけどね。よいしょ。IC カードでは使えませんよってね、散々にあちこちに貼ってあります。まあ、特にこの近鉄と JR が共有しているところはね、どうしても IC のやつがね、通れちゃいますからね。これがなかなか非常に厄介なところで。まあ、逆に言うと、おっ、すごい、すごい蚊がいますね。なんだこの蚊は。生きてんの？生きてるな、とか、生きてなかったらこの風だったらぶっ飛んでくもんな。おお、すごいな。あ、で、何の話しとったっけ？が？あ、そうそうそう。IC キップね、ですから、ね、ここからね、伊勢市からね、そのまま桑名なんかね、行こうもんならね、JR ね、乗っ取ってもね、近鉄のやつになってしまうんじゃないかってね、いうことでね。まあ一応それで警察とか結構このあたりはね、回ったりってのもあります。まあ実際さっきもね、警察ありましたよ。そういう感じになってますね。そうなんですよね。JR で桑名まで行くのと、多分近鉄で行くんだったら近鉄のが全然安いはずなんですよ。やっぱりこうやって見ると、もうまずこの丸付券入れてしまいそうになりますけど、近鉄のやつね、まあ、ここに入れてねってことなんですね。さあ、飲めるぞ、送ろうとかもありますけど。まあ、伊勢市の駅はもう何回も来てますからね、そんなわざわざやることあるかな？ないかなと思うんですけどね。ちなみにはあるな。総合で、やってるところで一番先っていうと、名古屋はね、駅舎が分かれてますから、これでしょ？四日市まで、桑名まで1690円ね。桑名までね、1220円なんですよね。400円くらいやっぱしね、近鉄の方が安いんですよ。で、スピードはそっちの方が速いかっていうと、まあ、ガーゼンこっちの方がね、近鉄の方が速い。まあでも、急とか使ったらまたね、ちょっと様子が変わってくるわけですけど。結構いくらかかるかな？こっからやったら、ゾーン3に入るんか。ゾーン3やと1340円をプラスでかかってきますからね。やっぱちょっと特急ってなってくると、話が変わってくるかな。で、名古屋までやったら1470円。600円ぐらいね、やはり近鉄の方が安いっていうのがね。まあ、これがね、なかなか、遠方アクセスっていう意味で言うと、やっぱ近鉄がなんやかんやでそこじゃいから。で、よくJR の方が安くて、で、近鉄の方が高いけど、近鉄の方が利用者があるっていう。まあ、四日市名古屋間なんかはね、まさにその、どれが当たるんですけど、意外とそっからちょっと先に離れたところっていうのをトータルで考えると、意外とそうでもまた限らないんですよね。JR の方だとアクセスが、その後のバスのアクセスが悪かったりとかがあるんで。はあ、どうかな、
一応あんまり混んどる余裕があったらね、中寄らんようにしようと思ってるんですけど、とりあえずそんなに混んでなさそうですよね。うん、やっぱし、観光客の方も非常に少なそうですよね。あ、ちなみにね、お伊勢参りっていうとね、基本的には伊勢市駅。まあ、もしくは宇治山田駅で降りて、よくね、内宮のね、方が有名じゃないですか。あっちの方が有名ですけど、一応ね、確かね、本来は、先に下宮の、お参りをするっていうのが、一応、ルートになってるはずです。厳密に言うと、他にも細かい、社殿があるんでね、伊勢神宮、伊勢の神宮は、全部ね、130とかあるんでしたっけ、細かいところとか合わせると。ね、非常にやはり大きい社格です。社格で言ったらね、神社の中ではトップなわけですからね。やはりね、それなりのね、いろいろなところがあるまして、系でして。まあまあ詳しくないで、あんま詳しくは語りませんけど、バンバンバッシング入りそうない。まあ、間違ってるところだったらどんどん教えていただきたいんですよね。何してね。伊勢、三重県民のくせにね、そういうのあんま詳しくないままね、フラットフラットで、行っちゃいますんでね。そうそうそう。伊勢参りどうかなと思いますけど、まあそこまで、混んではなさそうだけどな。どうだろうな。結構お店はやってないな。ここも臨時休業してますね。しばらく臨時休業。特にいつから再開って書いてないですけど。あ、お土産物屋さんもやってないんだね。まあ、こういう、やっぱ、3密になりそうなところやっぱしやってないんですね。これを、ここは、いつから再開なのかな。もう書いてあるかな。あー、書いてないですね。4月。15日からまあ当面の間というふうになってますね。まあおそらく5月中、6月からは開けれるのかな。でもね、今ね。いや、でも本当に。日曜日の昼間だからね。普通だったらね、あちこち大にぎわいにならないといけないところですけど、本当に全然。一応、確かにね、空いてる店もあるのはありますけどね。まあ、ね、もともとね、やっぱ内宮の方がね、なんか観光バスとかもわーっと来ますしね。まあ、両方見ればいいのになっていう思うんですけど、なかなかね、山田か。営業されてるのかな。やはりですね、全山田と全良太はね、応援してきますからね、さっきね、良太はね、全良太をかけてね、弁当食べて応援しましたからね、山田かもね。なんですけど、こう言っておりけとかってんで、でもあれで3000分ぐらい使ってますからね、3000を優に超えとる。ここやってる、分かってるからね、そうそう、ホープとして3個やけど、テイクアウトのみでやっとるんや。今後のテイクアウトでコロッケとかね、まあ、この感じやったら、とりあえず、お参りはしても大丈夫そうかな。あ、やっぱ赤箱も店内食、こっちもやってないのか。なんか不思議な感じですね。伊勢に来て赤服も食べずに、ねえ、豚捨てのコロッケも食べずに、これ多分おかげ横丁で日本酒も飲まずにでしょ。こんなお伊勢参り何年ぶりでしょうね。多分二十歳を超えてから酒を飲まないお伊勢参り。やってるのやってるわ。車で来たことがあるから。でも何かしら食べてますからね。さすがにちょっと全く不安っていうわけにはいかないでしょうし、何かしら空いてるところでね、ちょっと普段と違うようなところに入ってきたいですけどね。いや、でもほんと静かな。まあ、そういうことは今でこそこれ土日休みなんでね、こういう感じで土日に収録をやってますけど、YouTube ね、始める前はね、接客業を雇った兼ね合いで、土日休みが取れない。平日に来るとしたら平日に来てたんですよね。
まあ、するとね、まあ、これぐらいな感じのときもあるんですよ。でもね、平日でもね、中国人のね、観光客の人とかは、わーっと来てましたからね、あ、まあ、こっちは少ないっちゃ少なかったですけどね。信号も変わって。ちなみに、お伊勢参りならね、まあ、下空から行って、で、そのまんまね、こっちのバスに乗るっていうのが一番便利がいいかなと思います。内陸行きのバス。でも出とんのかな今日、内陸行きのバス。あ、なんか張り紙してありますね。見てみよう。ちなみにハングルでこれ何でか書いてあるかって言ったら、内空ですからね。ただ単に内空って書いてあるだけですからね。で、伊勢、新、軍。あ、これは一応、あれですね。新軍、神の宮って。新軍っていう風になってますけどね。一応これ、まあでもいろんな表記ありますけど、これね、正直、この中国語も別になくたっていいだろうと思いますけど、まあこういう細かい感じの違いを見るのは面白いじゃ面白いですけどね。榊もこっちの方になりますね。右側の漢字が台湾の方で使ってる漢字ですね。台湾とか香港で。で、左側の漢字が中国の北京のことね、漢字ですよね。ちなみに、あ、これ内宮前今ちょうど来てね、出てきます。まあ私は下宮先にお参りしてきますからね、いいんですけど。ちなみに漢字で言うと、中国人の友達がね、日本の漢字見たときには、日本の漢字難しいわってね、怒ってましたね。うん、お前のめんどくさいってね、いよいよ、から止められ、減便急を実施してますと。時刻についた、バス停時刻表をご覧ください。だいぶ減便した例になってるみたいですね。実際ね、土日祝はね、結構な頻度でね、ずーっと来てるんですよ。ほぼ10分間隔とかで来るんですよね。1、2、3、4、5、ね、44、34、44、54って。ね、なんですけど、これが、今どうなってるのか、あ、ここに書いてありますね。あ、赤いの何？さっきの期間は、土日祝ダイヤルとか、これですね。土日祝時刻表は、なんか赤いの関係あるのかな？赤色の時間は、当面の間運休します。あ、だから、もう1時間2本になってんだ。ああ。相当減らしてますね。うわあ。まあそうですよね。何せ、観光で来られる方がいませんからね。はあ。赤いところを残したんじゃなくて赤いところ全部切ったんですね。相当ですね。へえ。ちなみに、この観光案内所もね、閉まっちゃってますね。うん。駅前のところ一応開いてましたけどね。うん。案内業務は停止中ですね。なってますね。まあ、透明の間って言って、まあ、まだちょっと再開のね、案内は出てませんけど、6月から3頭にね、再開できるのかっていうね。ちなみにこんな感じね、いろんな、伊勢パスなんてのもあるんですけどね。まあ、当然ね、今は使いません。さあ。ということで、渡ってくると、これが、さあ、ということで、渡ってくると、これが、まあ、伊勢の、まあ、本来は神宮ってね、一応、案内とかも書いてますけど、本来なんか神宮っていうのが正しいみたいですけど、あ、神宮か、神宮っていうのが正しいらしいんですけどね、もう案内とかも今はもう神宮になってますよね。で、この辺りはね、歴史がありますんでね、全部ね、左側通行でとかね、いろんな決まりがあります。これ、ひらがなで空ですよね。もうね、わざわざ私がどうのこうの言うね、必要もないぐらい有名なところですから、深くはね、語りませんけど、まあ、ここに書いてありますからね、いい感じと。下空っていうのはね、豊受大神宮っていうのがね、正式命令で。まあもうね、もう皆さん知ってますよね。まあ、いわゆる北条の、ね、ところですよということですね。本当に静かだな。
どこ、どっからかね、撮影禁止のはずなんで、まあ一応この辺りで止めときましょうかね。奥行ってね、ちょっとお参りしてこうと思いますよ。よいしょかな。してびっくりですね。今、こういう風になったんですね。これも新型コロナウイルスのね、拡大防止のためね、いわゆる、ひしゃくが使えるので、やっぱ、ね、こう、手で映ってってなるんで、あ、そういう風に変わったんですね。これは、ここで、ここで、こう、手やったらいいのかな？よいしょ。よいしょ。よいしょ。不思議な感じですけどね。一応口も。まあ、お興味ができるように。もうでも、これも作るの大変だったでしょうね。これどうするんでしょうね。なんか、ここまで作っちゃったなら、今後もなんか、これで、やるっていうのも、ありなのかもしれませんけど、こういうところから変わってくるんですね、やっぱし。あれでもほんとわざわざ作ったんですよね。急ごしらえで。ね、こんなことになると思うからね、そこは慌てて作ったことだと思いますけど、それにしてはすごくびっくりか、やっぱり、あ、こういうやり方があるんだってね。はあ。結構もう、で、どうするか。まあ、ちなみに仙宮館の方もね、もう閉まっちゃってますね。まあ、時勢を考えると。ね、休憩所を閉鎖させていただきました。人空市長というしね、なっておりますね。まあ、戦後館ね、本当はここでね、ゆっくり、夏場なんかだとね、本当にね、ちょっとね、中、ずっと待っとると暑くなりますからね、いいんですけど、まあ、しかし、こればかしはね、まさに時勢を鑑み。これ、なんか、こういう書き方がいいですよね。本来の、それはね、こういう状況なんでね、あまりね、あ、こういうのいいじゃんなんてね、のんきなことは言いませんけど、ね、コロナウイルスの影響によりとかつい、ね、いろいろな書き方ありますけど、初めて見ました、この、時勢を鑑みという言い方ね。なんか、なんか、日本らしい、あれを感じますよね。ね、ああ、これうまい言い方だな。なるほどな。よし。これ気をつけないといけませんでしたね。再開時間は午後3時までなんですね。今ね、2時半回ったぐらいなんで、ちょっと一緒で済ませないといけませんね。あ、ってことはこれ内宮の方は回れないな。午後3時だとちょっと厳しいですね。うん、まあ仕方ない。中には入れないですけど、ちょっと周りの様子だけでもね、見ていきましょうか。本当にどこもやってないですよね。まあ、もう一応ね、全部閉まっちゃってますしね。ってことでね、お参りの参拝の方してきましたけど、ここから先がね、映したらダメってことなんで、ここでちょっとね、もう撮らせてもらいますけど、いや、びっくりするぐらい、本当に嫌いですよ。ほんと、平日でもまあ、こんなことなかったですからね。普通にスッて入ったら、ね、そういうことをね、遷宮やってた時なんか、これは遷宮、昔はこっちの方ね、30年前はこっちになって、こっちからこっちに移って、ね、また30年後にこっちに移るってわけなんですけど、まあもう30年経たないか、もうあれからだいぶ経つか、25年ぐらいで変わるのか、ね、ですけど、いいか。だってスッて入って私だけですからね、他におるの。で、そのまま参拝して、あれ。いつもね、ずらっと並んでね、やるような、平日でもね、並んでね、で、順番が来たらこうな、ね、させてもらうんですけど、ね、そのね、もう、ね、景気を感じさせるとか、まあね、お客さんも来てないからでしょうけど、ね、いつもだったらね、結構お札とかもね、ボコボコ入ってるね、再生のところ、下空は見えますんでね、内空もそうですけど、お台所というか、もう、エリアがボーンと広い、ね、ように作ってありますから、箱じゃないんでね、いくら入ってるか見えるんですけど、いや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 、ねえ、ぶっちゃけ本当に、でもね、目で見て、パッとね、金額数えてるぐらいでしたからね、しかもね、多分ね、1000円いくかなぐらい、1000円ちょっとぐらいのね、あれですよね、やっぱり、いやー、いやー、これは本当びっくりだわ、うん。ちなみに、まあね、こっちの方とかにね、いろんな、別部分もあるんですけど、
本来は別号から今日回って最後に本殿の方行くのが確か正式なルートのはずですけども、ちょっと今回すみません。こっちの方は、ね、高野宮と辻の宮と風の宮でしたっけね。すみません、ちょっと、今度、説明させてもらって、させてもらおうと思います。まあでも、そうですからね、まあこういうふうにね、景色は何も変わらないですけどね、本当に。うん、もう澄んだ凛とした感じのこの空気はね、あまり変わりはしないんですけど、大変やっぱりそれだけね人がいない中でっていうのはちょっと不気味というかね、な多分もう今後ねないでしょうねこういうことは。まあ、会ってもらって困りますしね。いやー、そう、わかった。なんかすごい違和感があると思ったらね、中に、最後にね、ちょっと4人ぐらいね、中国の人だろうって感じのね、話し方してる方が、見えましたけど、ね。わかった。何に違和感感じたかわかりました。全然他の地方の言葉がね、まあ言葉自体がほとんど飛び交ってないんですけど、もともと厳粛なところではあるんですけどね。とはいえね、聞こえてくる会話がですね、全国のやっぱ会話が聞こえてくるわけですよ。まあ関西の方が多いですけどね、名古屋弁だったりとかって渡る。名弁しかいないんですよね。これだ、ちょっと何か感じる違和感。うん。いや、本当にちょっと独特の空気ですね。まあ、まあ、それもね、まあ、今だけだとは思いますしね。まあ、県外の方はね、来ようと思っても来れませんからね。基本的にはね、今の時期は。はあ。まあ、とりあえず3密はね、避けれましたから、ああこういう感じで、ね、少しでもね、こう、来れるときに、来るというのも、まあ、ね、ね、もちろん、そういったね、むちゃくちゃなね、その、むやみに、プロのボラマクようなことはね、もちろん、しないようには気をつけないといけませんけど、いやいや、とにかくお届きですよね。川口があって、そっちから歩いてみや、でも距離あるからな。通行点で行こうかな。宇治山田駅の方からやったら、ちょっと宇治山田駅まで歩いて、で、そこからまた内宮行きの方に降りましょうか。こっちからやったら、もうちょっと来とるかな。いや、わからんな、こればっかしは。はい。ね、宇治山田駅の方が後から建て替えてね、綺麗にしてるんですけど、やっぱこの草原さんには勝てないですよね。ああ、疲れた。内宮前。試しに行ってみますか、内宮前ね。はい、ちょこっとやってきましたよ。内宮にやってきたんですけどね。いや、実は IC カードでタッチしたらね、残高30円だったんでね、ちょっとびっくりしましたけど。それ以上にびっくりじゃん。それ、内宮前だね。この感じのね、内宮前とかで行きます。っていうぐらい全然人いないですね。あ、もうね、全部、ちなみにこの辺りの案内所とかももう全部閉まっちゃってます。市中山中は開いてるみたいですけどね。あ、どうじゃ閉まったのか。ここもやっぱり当分なんです。休業しちゃったんですね。あら。あ、じゃあもう飯はどこも食えなさそうかな。いや、びっくりするぐらい車がないですよね。日の明るいうちにこんなにカラカラな、内宮なんて初めて見ましたよ。うわぁ。車はどうなんかな、ガラガラなんかなと思ったら、ガラガラもないもん。もう閉鎖してるんですね。駐車場。ああ。ですから、もう止めようもないですからね。一応、こっちの方にやってきた車はそのまま。まあ、業者さんの車みたいなのはそこに止めてやってますけど、うん、もうそのままぐるっと回って、さよならってなってますね。ちなみに、ここもやっぱ3時までなんですよね。ああ、閉まった。やっぱそうですよね。こっちも3時までなんですよね。まあ、向こうと一緒にしてますよね。はあ、これは、
しまったな。さすがにもう、下空着いた時が2時40分とかですからね。そうですね。普段はね、ずっとね、できるんですけど。で、まあ中におった方は、今、上がってきてるかな。まあ24分。まあこの中は広いですからね。内空の方が広いですからね。ああ、そっか。こっちもやっぱ、そっちの、そこに書いてありますね。やっぱ、下空と同じですね。やっぱ3時までっていうことなんで。まあこればかしはね、仕方ないです。正月でも、まあ正月余計に来るから、もうあれですけど。こんな静かな内空なんて本当初めてですね。いや、まあ確かに形とかね、それはね、内空なんですけど。そっちの方行ったら少しあれかなと思うけど、こっちの方もやっぱし、もう、おかげ横丁そう閉まってるんですよね。うわ、なんだこれ。まあ30何年、三重県住んでますけど、こんなに人のいない伊勢神宮なんて本当に初めて見ましたね。はあ。一応、内宮、内宮って言われますけど、正式名が、高大神宮で、まあまあまあ、これもね、もうね、ご写真がね、天照大御の神なんで、もうそんなのね、もう、おめえにわざわざ言われる人じゃないわっていうぐらいね、もう日本人だなとか、日本人じゃなくてもね、うお、見事に落としましたね。で、こっちも、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、全然、普段と全然様子が違う。やっぱし、下空の時と一緒で、聞こえてくる言葉はもう全然三重弁ばっかしですもんね。地元の人しかね、ね、来ないですから、まあ、そりゃそうなんでしょうけど。いや、観光バスも何も止まってないですもんね。すごいな。これはちょっと本当に異様な光景やな。いやね、今、お手洗いを済ませてきましたけどね。いや、やっぱ、何回見ても、それは異様な光景ですね。これは内宮の前の、まあ、コインロッカーはね、まだ、あれですけど、それ、内宮の前の駐車場ですよ。いつも観光バスとかが、うわーって止まっとって、えらいことになるね。駐車場、これがこれですよ。ね、これですよ。いや、すごいな。多分もうに、この絵面はね、明るいうちには絶対撮れないですからね。日の丸は、たなびいてますけど、これは、これは多分もう二度と見れないですね。ここがこんなぐっかりになってる。もう本当にね、国内外問わずね、引き出しに来てましたからね、ツアーの方が。いやまあ多分他のね、主だった観光施設もこういう感じなんでしょうね。ちょっとおかげ横丁の方も見てきますが、まあどこもやってないはずですけど、あ、しまった。下空の方で、豚捨て買うの忘れてましたね。ああ。何か開いてるのかな。この会社でもどこも開いてなさそうですよ。今日おかげ横丁やってないとは聞いてたんですけどね。一応予定としてはこの後、もう一企画やってこうかなと思ってるんですけどね。ちょっとね、後で地図とか確認してね、行けるかどうか確認したから、もう一企画考えてるんですけど。しかし、なんだこれ。なんかマスクののれんが多かったもんさ、もうここも、だるま屋さんももう閉めちゃうんだ。一応ここは営業をやってたみたいですけどね。ああ。本当に閉まってる。今、ね、岩手屋さんももう、これ、閉まっちゃってますし。ええー。何これ。こっちは、マスク売ってんだ。あちこちでマスクは販売やってるんですね。結構、
まあまあ、最近もだいぶマスクが手に入るようになってきたといえば、なってきましたけど、なんだこれ。ね、外国語どころか、全然、異性の方以外の言葉が全然聞こえてこないですもんね。ちょっとスヌーピーチャイ流行ってますね。あ、ここソフト。ソフトとか、桜のソフトとかも。じゃ、ソフトとか売ってるところは。ああ、スコーボーなんか、ちょっと空いてるところは空いてるんですね。唐揚げやら、うん。ちょっと完全に全部閉まってるわけではないですけど、今日ちょっと、ずつは空いてるみたいですね。プリントーストとかをやってんだ。うちは、閉まってますね。やっぱ当面の休みですね。残念だ、まあ。今日この後運転しないといけないから、どうせ飲めないんですけど。いやあ。いや、これ。ほんと静かですね。ごめん、もう3時閉めちゃうんですね。稼働自体というところ、マルテンさんのためか。ねえ。透明な、まだちょっと、再開のやつとか書いてないですね。これよ、厳しいだろうなぁ。このホールでもよく。これ、伊豆川ですけどね。静かですね。ほんと静かだわ。ああ。もう静かだわ。ええ。まあ一応。でも車もやっぱ全部見えですね。まあまあね。わざわざこうね、別に県外ナンバー探してやろうとかね、それはね、YouTube で探してやろうとかも別にそんな気持ちはないんですけどね。いやー。いや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 。すごいなぁ。で、そう、おかぎ横丁自体はこっちじゃなくて、おかぎ横丁はこっちなんですけどね。これはし、おかぎ横丁は完全に営業してないですよね。で、赤くもね、閉まってますしね。ああ。こっちも全く完全にもう閉店となってますからね。いいよ。いや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 、なんだこれ。せっかくなのにずっと歩いてね。うん。行こうと思うんですけどね。いいよ。まあ、逆にこれだけいるのか、これね。まだ、こんだけ人通りがあるっていうのは、お伊勢さんならではなのかもしれませんけどね。いやー、これはびっくりだこいたわ。新宿もの500円くらいあったけど、あ、開いてんだ、ここは。500、ワンコインからこう、新宿ものがあるっていうのはいいですね。お饅頭屋さんやっとるやん。ちょっとお饅頭買ってこうか。ね。さてことね、買ってきましたよ。利休まんじゅうね。ここのね、名物の利休まんじゅう買ってきましたね。よかったよかった。営業ちょっとね、お土産ね。まあ自分用のお土産だけですけどね。まあ書いたんで、まあよかったよかったということにしましょう。ただ、しかし、あれですね、もうここもね、やっぱ営業するのに、こう、透明なフィルターね、いろいろとつけたりとかね、やったみたいですけどね。あれでもよくよく考えてるじゃない、その、ね、営業はね、できるだけ再開してね、その経済をね、再生させましょうって言ってるのにね、意外とそういったコロナ対策に対する、じゃあ、そういうの貼るのを、そういった、防護ネットをね、作ったりするのに、補助金出しますとかね、うん。それで、まあ、できるだけ早いところ、経済活動再開させてくださいねとかってね、それじゃよかったのに、何もやってないですよね。全部自腹負担ですよね。あれもおかしな話ですよね、うん。ね、言ってることにまいじゃないですよね。完全に今回政府の方はね。もうあれはね、相当ね、あれは良くなかったと思いますよ。うん。まあ、それが多分次の選挙にはもっと戻り出ると思いますけどね。まあ、でも本当にどこもやってないですからね。びっくりする光景ですね、これ。大阪屋さん雑貨屋さんみたいになってますけどね。コーヒー屋さんとかもやってないかな、やってなさそうだな。食事屋さんでやってるところもなんとかあるんですね。ここは、
こっちは白打ちやってそうですね。あ、営業されてますね。あ、こっちよく来たらやってたんだ。ああ。まあね、さっきも言いましたけど、今日ちょっとね、この後運転しないといけないんでね、私、ちょっと飲めないんですけど。いやいやいや、ああ、まあ一応飲めるところあるっていうのはね、それが分かるだけでもね、精神的に楽なんですよね。別に、今飲める飲めないよね、不思議にしてね。だからね、飲めるところ一個もないっていうのがね、落ち込むんじゃなくてですね、まあこれが酒飲みのね、本能なんでしょうか。こうやってんだ。お着物？なんで着物に元がついてるのか分からんけど。結構中いっぱいでしたね。まあ、そうですよね。なかなか食べるところが来なきゃないとね。結構今3時半半になったかなぐらいですけど、この時間でもすごい入ってましたね。もう密にならないような感じでね、並んではいましたけど。ですから、もうちょっと追加では入れないかな。満席ではないんですけどね。ちょっと、あいがらい入ると密になっちゃうかなっていうぐらいにね、は入ってましたね。伊豆川駅は、どっちに行きゃいいんだっけ？こっちだよな。よし。こっちの駐車場空いてんの？こっちも閉めてんのか？まあ、あっちの内空前のところはね、普段満車すぎてね、なかなかあっちまで止めに行けないんですけど。なんでまあ、結構普段使いで行くと、こっちの駐車場で止めることが多いんですけど、こっちももう閉めてんだな。うわ。ああ、空いてない。一台も車止まってないですよ。まあ、当たり前ですよね。空いてないんですから。いやいや、当たり前のことなんですけど、当たり前じゃないですからね、こんなこと。これはかなりびっくりする光景ですね。ああ。ちなみに一応ね、ここからね、伊豆川までは歩いていこうかなと思ってるんですけど、ちなみに車のお払いで有名された標準弱はね、ですけど、まあ当然車のお払いはやってないんでしょうね。こっちは一応駐車場空いてるのかな。普段はわざわざこっちに止めないですよね。だいたい、こっちのね、駐車場に止めて、そのまま一緒にね、大体ご神社さんもね、参りするようなね、もんですから。閉鎖、閉鎖。もう全く開く気配はないですね。なんだこの光景は、本当に。まあ確認しましたけど、こっちで合ってるそうですね。ただ、これ渡っとかんとね、どうも先に、渡れる横断歩道がなさそうなんでね、せっかくね、このね、歩道橋渡ってね、向こうから行ってみましょう。シューってなってますね。トップ3密ってね、持ってます。ここから伊豆川駅までトイレはありません。あ、これ大事ですね。当たってね、向こう側にありますけど、そう。そしたらさっき全然ないですよね。まあ、さっきトイレも済ましたで大丈夫でしょう。よし。今日言うていっぱい歩いてますからね。まあ、この後、伊豆川駅まで歩いたところでね、次の企画をちょっと考えてるって話をね、言ってましたけど、まあ、それも完全に別の動画でやると思いますけどね、やるとしたら。ただ今ちょっと地図で確認したらね、いけるのかな？どうかな？怪しいな。行ったところで、多分行くの自体はね、ちょっと大変やけど行けると思います。さっきのね、伊勢奥から質の間に比べたら多分楽だと思うんですけどね。まあさっき歩いた疲れがすでに溜まってますしね。それ以上にね、そこにね、目的地に着いたところでどうするんやっていうところがありますんでね。ちなみに3密の心配は絶対ないと思ってますけどね。今から行こうとしてるところはね。わかりませんけどね。行ったら、超満員だったら、どうしようもないですけど。赤服、でも赤服は、お土産品が売れるからまだいいのかな。どうなんでしょうね。いや、でもやっぱり静かなところとかね、全部ね、食べ物屋さん閉まってるのは痛いと思うけどな。
ね、これ Y 字のところをね、これをね、左に行ったら確かね、伊豆川の方に行けるはずですから。右行くと大変なはずです、確か。車で行くときはよく右から行くんですけどね。こっちが国道でね、走りよいですからね。で、確か左側が旧道やったかな、なんですけど、まあそっちの方にね、伊豆川駅の方がありますからね。ラーメン屋さんとかも。しばらくはもう昼営業のみなんだ。夜やってないんだ。ずっと言っただけ。まあ、この先特に何もないと思うんだけど、一回切ろうかな。よいしょ。各社いろんな趣向を凝らしてるんですね。おわ、テイクアウトでこう、湯葉丼とかやってるんですね。へぇー。湯葉屋さんなんですけど、湯葉で丼を作ってみたのかな。へぇー。まあ、今のご時世とはまた関係なく、単純にエモいですよね。ライブ、ディスコ、カラオケ、レンタルスタジオって。この、ね、なんか並びの感じが、ね、エモさを感じますよね。さあ、もうあとちょっと歩いたら伊豆川には着くのかな。もうさっきの道をずーっと道なりですけど、まあね、さっきのね、あの、ところと違って、ここはもう歩道をしっかりしてますからね、歩いてもね、まあまあまあ、言うてね、まあまあね、アップダウンがありますんでね、この伊豆川から。内空の間ってね。まあ、正直バスを使うならね、バス使った方がいいと思います。普段でしたら10分に1本ね、来てますからね。そんなにね、気にすることないんでしょうけど。ちょっとね、ね、今半分になってますからね。もう、その先は伊豆塚駅のはずです。もうちょっと行かないといけないか。これ、高架から、の下くぐってきたんですけど、そうすると、歩きの場合はこんなショートカットがあるんですね。綺麗な駅表示じゃないですか。へぇー。あ、で、そのまま、伊豆川駅に行けると。はぁはぁはぁ。あ、これは近いですね。結構なショートカットできますね。これちょっと地図見とってわからんかったな。ラッキーラッキー。ぐるっと回らないといけないかなと思ってましたんでね。このまま本当は駅前に出れるんで、とりあえず着きます。伊豆川駅ね。まあ、内空から伊豆川駅はこんな感じと。どうも、まさかから先ね。特に背中が海外になってくるとね、すごい過密ダイヤになってきますからね。でも西日が強いんで、なんか逆に暑く感じますね。ということで、まあ、伊豆川駅ですね。まあ、伊豆川駅も何回も来てるからいいですよね。問題はここさえなんですよ。とりあえずこれでね、機関散布でね、内空からね、まあ、伊豆川の感じはこんな感じでしたよ、ということで一回動画締めようと思います。どうもね、いいか、一応駅名表まで飛ぶもういいですよね、こんだけ分かっとったですね、これ伊豆川駅ね。ということでね、まあ、ここからまた別の動画撮りますんで。ということで、この動画ね、とりあえず以上で締めさせていただきますね。どうもご視聴ありがとうございました。わあ、いや、ここで全然見てねえじゃん。はい、こんにちは、山根と申します。今はどこにおるかというと、これは三重県伊勢市ですね。伊豆川駅ということで、近鉄伊豆川駅に来ております。ということでね、まあそろそろね、帰ってこうかな。夕方のもう4時ぐらいになってるのかな。そうですね、4時10分、4時11分の電車が待ってるってことですね。そういうことです。4時、ちょうど4時ちょうどぐらいということなんですけど。で、今日ですね、じゃあこのまま帰るのに、じゃあ伊豆川駅ね、このまま近鉄四日市に帰ってこうと思ったらね、そうは問屋が下ろさないわけですよね。なぜならですね、今日私がね、使っているのは、今、特急列車が来てますね。なぜならですね、今日私が使っているのは、このね、JR の企画、乗車券、青空フリーバスを使っているんですよね。これ青空フリーバスということは、これすなわちですね、近鉄乗れないんですよ。で、今まではね、ここに来るまでの間は、松阪駅、伊勢市駅とね、近鉄と共用の駅をずっと使ってきました。ということでね、そこはね、全然ね、乗り降りもね、近鉄の改札でもできたんですけど、当然ここは近鉄の専用駅ですから、これ通したところで絶対ビビと言われます。駅員さんに何通しとるんやってね、言われてね、終わっちゃいます。じゃあどうしようかなというとね、ここからどうするか。まあ普通には考えたらね、伊勢市駅までね、バスが出てますんで、それに乗っていくというのがベストです。それ以外の選択肢って基本ありえないと思うんですが、実はね、ないわけじゃないんですよね。実はね、ちょうどいいところに地図がありますね。伊豆川駅っていうのがあるじゃないですか。で、これ駅名表とか見とったらね、あれ?と思ったことはありませんか?ここにね、
JR のね、いすゞが丘駅っていうのがあるんですね。で、ここでしたら当然この、青空フリープス使えるじゃないですか。ってことでね、せっかくなんで、駅間散歩取っていこうってことで、このいすゞ川からいすゞが丘って実際に歩いてみるとどうなのかということですね。これ、言っときますけど、まあまあ登り坂きついはずですからね。本当はあんまやりたくないっちゃやりたくなかったんですけどね。うん。まあでもね、なかなかね、いすゞが丘ってあまり特集されることない駅じゃないですか。ね、伊勢市駅とかこのね、宇治山では有名じゃないですかね。伊勢市駅もね、まあ乗り換えの駅で有名ですし。で、まあ、いすゞ川も言うて、下空のね、最寄り駅ということはあれなんですけど、このいすゞ川かってね、わざわざね、観光するときにここに行く人なかなかいないじゃないですか。で、んで、まあ、せっかくないでこうって言って、まあ、もう、普通はね、多分この辺りとか見てたらね、面白いかもしれませんけど、もう時間も時間なんで、ね、もう最短ルートできますよ。まあ、これはこれで、まあまあ、山道はきついはず。まあ、車で走ったことあるんでね、だいたいピンと来るんですけど、正直言ってね、駅間散歩の三本取りはダメですよね。ああ、まあまあ、足に来てますからね。まあでもね、やらないとね、いや、まあ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 、いや、160円。伊勢市まで、いくら200円かからないですよね。伊勢市までは170円。160円じゃない、10円高いね、170円。やはりここはですね、最低編YouTuber たちもね、170円蹴散らないといけません。170円蹴散るために今からじゃあ、いすゞ川から行こうというわけですね。いや、普通に考えたら伊勢市に行った方がいいですよ。あのね、本当にね、あの電車の交通がね、変わってきますんでね、ここ、本当に止まる電車が少ない。1時間に1本あるのかなっていう感じですんでね。まあでもね、とりあえず行かないとね、ということでね。よし。まあ、向かっていこうと思います。ってことでね、いざ、スタートってことでね。もう心打てますけど、もうここからも乗ってきたいんですけどね。もうこれで伊勢市駅200円ぐらいで行けるでしょ、こっちも。あ、てかもう普通に電車だったら170円ですからね。今170円なんて、そんな、あれ払えるかなんて言いましたけど、170円でね、この距離に、ね、稼げるんだったらね、全然本当は乗りたいんですけどね。ね、まあ、駅の構内出る前からね、駅の構内、ね、構内はね、じゃないですかね。駅のね、駅前の広場をね、抜ける前からね、文句言ってても仕方ないんですけど。いすゞ川って多分行ったところに何もないでしょ。あそこに何かあるとは思えないですからね。当然乗り降りしたことないですし。まあ一応ね、途中にイオンがありますんでね。まあ昼飯、夕飯、イオンでちょっと調達するっていうのもありちゃありなんですけどね。あ、ちょうどね、このイオンを突っ切って23号線に出てく感じですね、イメージとしては。うん、よいしょ。どうせ通り道にあるんですよね、イオンが。ちょっと菅木の一杯でも食べてこうかな。ね。やってるのかな。あ、さすがにやってますよね。もうイオンも再開しましたもんね。うん。ああ、もうバス来た。これね、このバス乗ってちゃいいね。一発で話して済む話なんですけどね。ああ、でもあれは内宮前行きだから、あれか、今から内宮の方に向かってるやつだから逆方向ですよ。ダメだ、ダメだ。ね。やはりこれはもう歩けということです。いや、伊勢市駅に歩いた方が絶対いいと思うんだけどなぁ。ああ、でも伊勢市駅はね、もう皆さん知ってますからね。私も何回も取り上げてますし。やっぱ伊勢鞘ヶ丘ってね、まあまあ切り上げてないはずですからね。おあ、ちなみにね、これだけ見てる方がね、いるかもしれませんから言っとくと。今ね、流れとしてはね、四日市から出てきて、松坂経由で、青空フリーパスでね、先に見せたやつを使って、伊勢横綱に行って名称線取ってきてね、まあターミナルを取ってきたと。ね、ターミナルを取った後に、そこから伊勢横綱からね、日津までね、駅間散歩を取ったんですよ、これ山道の中を。といっても、まあ多少ね、ダウンヒルですから、緩やかに全体的に下ってますからね。まあまあまあ、楽ではないですけどね、山道なんで。まあでもいい感じでしたよ、と。で、そこから今度、伊勢市駅の方に来て、まあ、下空の方を見て、そのまま、宇治山田駅を、まあ、駅前散歩と、駅間散歩しましたよ。あそこも、まあ、近いですからね。まあ、あれ、ああ、そうや、実際のところに、かなり遠回りをしての、案内にはなってましたけど、それでも、まあ、そんなすぐね、かかりませんから。で、そこからまたバスに乗って、内空の方を様子を見てね。で、内空から今、伊勢鞘まで歩いたと。
で、今度、伊豆川から、ですか。伊豆川から、この伊豆川川まで、駅間散歩を取ろうってことなんでね。まあ、今日歩いてますよ。まあ、もうね、あそこのね、伊勢沖津でも言いましたけど、何せね、ダイエットも兼ねてますからね、今回の、よく、やつは。これで、もう23号線の方出れるよ。ほうほうほう。そう、ここでね、23号の方に出たことね、まあ、あとはこの道ずっと行くだけですからね。どうなんでしょうね。一応、お前、これでも風防で、ね、ファーがついてるわけじゃないですからね。意外と後で聞いてみたらもう音バリバリだったりしてね。言ってね、まあまあ、そこでね、暴走ってわけじゃないですけど、まあまあ風吹いてるのは吹いてますからね。よし。とりあえず、それで、名誉じゃなかった。ね。23号線に出て、まあ、これをずーっと行くと、いう形ですね。ちなみにイオンはね、普通にイオンですね。まあ、もともとジャスコですけど、こいつは。昔ながらのね、イオンですけど。あれはですね、ファミリーマートは、なんか京都とか奈良みたいな感じで、ちょっと看板書いてあるんですね。まあ、多分ね、別に三重県はそういった条例はないはずなんですけどね。まあ、確かにおかげ浴場のところのね、コンビニとか銀行全部ね、そういった感じの、デザインになってますか。ここも左にね、100個銀行ありますけど。うん。あ、これ。どうやってこの、インターを渡ってったらいいんやろな。あ、これでもちょっとぐるっと回らなあかんのか。あ、これちなみに歩道じゃなくて、普通に車道みたいですけどね。よいしょ。これぐるっと回らなあかんのか？あ、まあまあしんどいな、これ。車ではちょいちょい来るんですけどね、ここ。まあ、ここまで来たらちょっとね、伊勢のイオンが、ここ朝の8時からやってますからね、ここでちょっと一休みしてさ、じゃあお伊勢参りしようかなって。車で行った場合はね、そんな感じで。まあ、なかなか駐車場ね、止めるのが大変ですからね。普段はね、今日もあんな感じで、まあ逆に閉鎖になったら止めるところないですけどね。ここぐるっと回ったら、インターの周りを、ぐるっと回れるんですね。そうすると、多分また23号線の方に戻れるのかな。あ、いや、これまあまあしんどいですね。あれ、セブンイレブンはこっち側からは入れなさそうですね。あら。はあ、あそこで渡らなくても、この辺りでショートカットした方のが多分、道としては、あ、多分、ここのショートカット使ったら一番最短でしたね。はあ、しまった。あ、で、これ、あ、この下くぐったら、あれかな。これで名誉の方に出れるかな。うわ。こんな感じみたいですね。これで、あ、高速の下を渡って、あ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 、見事に、目の中に砂が入りましたね、あいた。ああ、いた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 。いや、久しぶりにド派手に目に砂入りましたね。メガネしてるんでね、普段あんま入らないですけど、今一瞬ビル風がね、吹いて、ああ、いた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 。あとでちょっと目薬させたときついな。うん。取得必要があるのかどうかわかりません。ないでね、時間をね、調べてないんですよね、今回も。お前調べときよって話なんですけどね。ついて時刻表を見てどうかっていうね、きっちか強化ですからね。あ、ちなみに本当に1時間に1本あるかないかのはずなんで、逃してたら結構しんどいですよ、これ。はい。あ、でも、あ、とりあえず道は合ってますね。これでまた23号に合流しましたね。ああ、こういう感じなんですね。上は伊勢自動車道ね。まあ、これで、まあ、見られたところには出ますけどね。さあ、まあ、この道をずっと行く。だけっちゃだけなんですよね。よいしょ。これ面白い歩道の区切り方ですね。こっちが車道で、こっちが国道で、間に歩道があるんですね。なんかピットオールみたいですね。こうなっとると。こっちがピットレーンで、こっちがピットでね。ピットボールの間のところみたいなね。
なんかそんなことで、そこ、なんかそこからピットアウトするような感じの、そんな感じのね、なんか作りですよね。ねえ。ああ、これ、ちなみに、まだまだだいぶあるはずですからね。まだ3分の1も来てないはずですからね。あんまり考えないようにしよう。で、あとで、ね、多分ね、今ね、工学館大学のね、付属高校と中学校がね、見えてきてますけどね。あともう何もないんじゃないかな。もうこれぐらいじゃない？うん。うん。あ、ピットアウトしてく車が。うん。よいしょ。これ何？ソーラーつけたんですね。まあ南向きにソーラーつけたるってことなんでしょうね。はあ。横につけたると面白いですよね。でもまあ結構効果的でしょうね。南向きやったら。うん。ああ。ああ、サニーロード、レストランがあるんですね。ええ。よし。もうあとは何もないんじゃないかな。あ、ちなみにここ、そこは、サニーロードさんは持ち帰りやってるんですね。ああ。素晴らしい。あれ、店内営業は。なんか電気ついてないかな。ああ。どうだ？ファミレスって感じですよね。多分ファミレスという認識でいいんですよね。よし。で、奥に牛角。ここは新しいですね、この牛角は。うん。なんかデザイン、なんか新しくできましたって感じですよね。はあ。でも、ただ、何もなさそうなんで、もう一回切りますよ。よいしょ。ちなみに、この画面で伝わりにくい愚痴言っていいですか？これね、ずっと上り坂なんですよ。なかなかね、ビデオのね、画面からはね、伝わりにくいと思いますけどね。あれ、地味に足に来ますね。ずっとここから上るんですよね。ああ、これは、足行く。そして、どうやら路線バスはなさそうですね。バス停のバの字も見えませんからね。ああ。一応、歯医者さんはいますね。ああ。あれ、バス走ってたけど。え、バス、ああ、最初か。ああ。なんか、カメラもピントずれてきちゃってますよね。ああ。よし、頑張れ。カメラもなんかちょっとへまってきてますね。何回言ってこっちの旧型の方のカメラ使ってますからね。私このね、携帯が、残念ながらやっぱしどうもね、直射日光が強くなるとダメみたいですね。さっきもちょっと撮ろうとしてみたら、で、やっぱし、エラーが出ちゃいましたんでね。何なんでしょうね、あれ。あっちのカメラちょっとヒヤヒヤです、使うのが。こっちはとりあえず15分以内で収めとればね、確実に撮れますからね。ということでこっちは使っとったら、こっちはこっちね、バッテリーがもう古いもんでね、あんまり持ちが良くないみたいでね、だいぶ減ってますけどね、バッテリーが。よいしょ。一応ね、ずっと交差点のところまで登ってきましたけどね。一応ここで登りはピークかな。あれか？あの前に見えとる橋が、あれ？ね、さ、ちっちゃく先に見えとるやつ。あれが、三宮線なのかな？うん。あそこぐらいまでだったら頑張れるって気がしますけどね。あれじゃなかったらだいぶきついですね。なんだ？それは個人宅なの？なんか、謎の数字が書いてありますけど、なんでしょうね。謎ですね。なんか、合同で名字になってんだから、本当になんだろう？わかんねえや。無理がありそうですし。ああ。わかんねえよ。別にしてはすごい広いですね。これ全部その敷地みたいですけどね。うわあ。これ、住宅にしたらちょっと広すぎますよね。なんか、あれかな。会議場で、とかそういう施設なのかな。あ、搬入口みたいなのありますもんね。だってこって。これ、個人宅だったらちょっと、
個人宅には搬入口はないですよね、さすがに。なんでしょうね。こっち搬入口っぽいですよね。ぽいですよね。でも、え？個人宅なのか？本当に。すごいな。だとしたらすごいな。ねえ、ああ。いやー、まあ、ここからちょっと食らってそうですけど。いやー、でも結構きついな、これ。まあ、とりあえずもうずっと行きますよ。あの、恥ずか何かだけ、ね、見極めましょうね。なんか知りませんでしたけど、野口みずき金メダルロードなんていうロードだったんですね。500メートル。これ何？ 500 メートル歩いたら、着くのかな？石塚丘に。で、あれは、やっぱどう見ても、残念ながら、ね、三宮線の駅じゃなさそうですよね。駅というか三宮線のね、鉄橋ではなさそうですよね。やっぱ道路っぽいですね。ああ。よいしょ。ってことで、まだまだ歩かないといけないみたいです。あれはどこに続いてる道なんでしょうね。さっきのやつ、あと500メートルで駅に着くのかなとかそういうわけじゃなくて、どこからもうすでに始まってたんですね。滑ってますよね。500メートルから600メートル。どこまであるんでしょうね。これで、ちなみに伊勢市の、なんて思うんでしょうね。ああ、黒瀬町。ええ。いや、これいい加減しんどいですね。あのとこ、うおわささって、なんか、仕出しの、やってるところあるみたいですね。LP ガスもありますし。ああ。結構ガチで使えてきて、何にもね、面白いこと言えてないですからね。多分もうどうってだいぶカットしてるでしょ、これ。ああ。ね、竹林だ。ね。さっきから横が竹林なんですよね。はい。まあ、それぐらい。これ抜けたところにあるのかな？抜けたら見てほしいな、そろそろ。あの、抜けたらもうバシーってね、あの、三宮線の線路が見えたらね、やったーってなるんですけどね。どうなんだろう。とりあえずなんか、線路がある気配ないですけどね。あの、間違っても、あの、お伊勢参りで、この、伊勢塚丘はね、まあね、もともと案内にも何も出てませんけどね。ね、よくあの、近鉄だとね、あの、伊勢市駅、宇治山田駅からね、こう、下空をお参りして、ね、で、内空道で、お参りの最寄り駅は伊勢塚ですよって感じで案内が出てますよね。まあ、あの、宇治山田からも、あの、電車は出てますけど、直接内空に行くんだったら、伊勢塚で降りた方のがバスの料金も安いですからね。で、まあ、いいね、宇治山だからね、あの、下空まで歩こうと思うと、これは相当大変ですけど、伊勢塚までしたら、まあ、あんな感じで、歩けやんこともないぐらいの距離ですかね。まあまあ、バスとか使った方がいいですけど、バスの値段もね、150円ぐらい安いはずなんですよ。伊勢塚から乗った。で、電車でしたら基本的に料金そんな変わらないはず、50円かな。100円ぐらいで変わるはずなんですけど、ですんで、まあ、直接内空に行かれますよって方はね、伊勢塚から直接バスに乗った方のが、お安く済むという感じですね。まあ、あの、マワジャン線みたいなね、あの、お得なね、フリーキップ買ってる場合でしたら、もう全然また話が変わってきますからね。それはそれということですけど。はい。あ、もうダメだ。喋る体力ねえよ、もう。きつい。足がきつい。だいぶ汗きましたね。あの、上り坂はやっぱきつかったな。うん。車ってすごいな。もう、このね、間の道なんてね、車で走っとったら別にそんな気にする、ね、距離でもないんですけどね。まだ金メダルロードが出てきた。ちなみにね、さっきね、あの、未来のね、アスリート、というわけではない。かなり近所のおじいちゃん、おじさん、おじいちゃんって感じのね、方がね、先を越していきましたけど。一応、あそこから700メートル来てますよ。ね。金メダル道道。これ何がどう金メダル道道なんだろう。わかんねえや。利休饅頭出てきましたね、あそこに。そっか、本店ここだったか。こっちが確か本店だわ。
茶竹だ。ああ、これ案内が書いてありますね。野口みずきケミナルロード。ああ、よかったよかった。なんですか ?2004 年の世界的に一に開催されたアテネオリンピックの女子マラソンで、あ、そう、ね、野口みずき選手が伊勢市出身ってことで、ね、記録で言うと、金メダル。地域の誘導をよく見る。そういったことから、世界を見ないとね、好きですと、症状がこちらに、実際に野口みずき選手がトレーニングで走ったコースを、この、愛称を、野口みずき金メダルロードとして名付けて、作ってるらしいね。山椒ですね。宇治山田商業のね、出勤で、まあ、こういう感じで来ると、それであそこから途中から出てきてたらですね、ここまで、あんま気づいてなかったわけじゃなくて、ちょうど、あそこからこう入ってたわけですね。こう、ぐるーっと回るような感じで。で、もうすぐ、もうここら辺まで来てますから、もうあとちょっとの、とりあえずこの、金メダルロードをもう少しで、達成ということで、まあ、半分回ってないですけどね。よいしょ。金メダルロード抜けたら、三宮線もあるでしょ。ちなみに、この辺りはね、このね、交差点もちょっとね、変わった読み方ですよね。これでね、鹿の海って書いてね、田の海っていうね、田の海町っていうね、町です。田の海町ね。こんな感じ。で、利休饅頭ね。ここは今もまだ営業してるのかな。あ、もう今ね、もう買いましたからね、利休饅頭さん。買いましたよ。しっかりとね、しっかりとほら、地域貢献ね。してきましたよ、ということでね。お任せください、ということですね。もしかしたら、このコースで行くんならね、ここがね、休憩所のね、茶屋、まさに茶屋になりますからね。多分ね、ちょっとお茶とかもね、出してもらえるんじゃないかな。なんかそういうね、飲食スペースみたいなのもあるみたいですね。まさに、ね、お饅頭をね、ちょっと食べて一休みというね、まさに旅の醍醐味の一つでもありますからね、そういうのも。ちょっと事前にね、渡って、あそこの交差点あたり渡っておいて、ここで、ちょっと一休みしてから、もし、伊豆ヶ丘から、こうね、で、内宮の方に行こうと思った場合はね、まず、それやめた方がいいですけどね。全然見えにてこねえじゃん。あ、三宮線の駅。どこまで行けばいいのこれ。下空前下げてないけど、ずっと下空の周りをぐる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 回ってる感じなんですよね。だって全然駅の案内もなんもないですよね。これ降りたら、あるのかな。しかし、ここの伊勢松さんってところは、すごい詰め込んでますよね。もともと多分うなぎ屋さんなんでしょうね。こんだけうなぎがでっかく書いてありますから。うなぎがでっかく書いてありますけど、下にね、松阪牛も書いてあって、松阪牛も書いてあって、さらに、エビフリアに、ステーキにハンバーグとも、詰め込みましたね。はぁ、あ。ただ今日、まだ準備中なだけかな。それともコロナの影響でやってないのかな。まあ、この辺りはね、別に、飲食店ですしね、ソーシャルディスタンスさえね、確保すればね、営業はできるのかなとは思いますけど。どうなんでしょう。まあ、時間がまだね、早いですからね。5時回ってないんで、まあ、この手の店は、5時回ってから開くのかな。どうなんだろう。ちょっと私には分かりかねます。で、伊良湖岬のフェリー経由。14キロ、いやいや、14キロは無理よ。ああ。これ、どうなってんだ？まだこれずっとあんの？そんなにないの？そんなに離れてんの？これ。ちょっと開けてるから、ここで見えるかな？あれ、それっぽいな。あれ、なんか、電車のあれっぽいですね。あ、じゃあこれ、行き過ぎたらダメなんだ。ここで降りないとダメっぽいですね。あれそうですよね。多分、鉄道ですよね。よし。じゃあちょっとこっちからぐるっと回っていきましょう。あ、電池がやばいな。だから今通り過ぎたここを、どうやら、ちょっと降りてった方がいいみたいですね。それぐらい取ると結構厳しいです。これでも一回フル充電にし直してますからね。一回電池20% ぐらいまで行って、そこからフル充電、予備のバッテリーね、充電用のやつはね、差し込むのは持ってきてるんで。それで差し込んで 100% にして、まだやってるんですけど、
まあまあまあ、これ自体はちょっとバッテリーの向きが弱ってるってのはありますけどね。うん。まあ一応行ったんだってね、この辺り。あ、でも、あ、こっちに来ると一応バス停あるんだ。で、降りたところに、あるはずなんだけど、今、踏切の音が聞こえるぞ。おいおいおい、踏切の音が聞こえるぞ。やべえ。これ乗り遅れると、いや、まずいぞ。電車の音するよな。電車の音するな。なんか今、列車が走ってこ、おっとか。今音したな。嘘だろ。やっちまったか。今踏切上に上がってってましたよね。嘘。乗りそびれた？あれか。で、駅は。音が来てパッと降りてあるんでよかったですけど、何の反応もなかったですね。一応、駅は見つかりましたね。あー、どっちだったんだろう。ちょっと、時刻表見ないとわかんねえな。ちょうど木に隠れとって、ね、どっち側にね、電車が走ってたか。なんか音の、音がね、反響しとったんでね。でもなんか通過してた感じでしたよね、今。でね、ここが駅ってことは普通に考えたらね、停車して上がっていくはずですけど、ってことは快速だったのかな、どっちにしろ。うん。どっちにしろここは快速見えは止まりませんからね。で、快速見えがね、いただけだったらね、刺した問題ではないんですけど。あ、とりあえず、こんな感じで、たどり着いたのが、ってことで、来ましたね、いすゞヶ丘駅。いや、まあ、なんもない。でも一応、ポストありますね。公衆電話もありますよ。ああ。で、これは佃煮のお店があるみたいですね。これで、かのみかな？かのみかな？さっきのはかのみのあれかな？さあ、問題はこれです。時間です。今ね、16時59分、17時、さあ、17時だと？あ、さっきのやっぱ通過だったから、あ、でも、え、次17時49分までねえの？お !17 時49分？え、ちょっと待って、あ、17時49分 ?49 分後、これはきついな。どうしよう。こんなに待っとったらめんどくさいな。あ、17時16分の発の飛び結果が、これが多分そのままこれに変わるんですよね。よし。飛ばまで一回行って、電車乗る。で、飛ばのターミナル取りましょう、もう一回ね。で、なんか、雪、これに乗って帰りましょう。よし。5時ですね。はい。ということで、帰り道に着きましょうね、と言いながら、とりあえず、鳥羽に向かいますけど。まあ、とりあえず、駅間散歩ね、いすゞヶ丘から、いすゞヶ丘駅から、いすゞヶ丘はこんな感じってことでね、とりあえず動画締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しばらく休む。そういえば、今、しれっとじゃあ快速、三重で乗ってきましょうって言いましたけど、あれだったんですね。いすゞヶ丘って、一応、快速名止まる、あ、一部止まるって感じみたいですね。こう、さっきから先はね、一部停車なのかな、これ。そうですね。この星、ダイヤ印の一部停車らしいです。で、宇治山田商業が避難口らしいですね。おぉ。おぉ。こっから鳥羽まで240円。まあね、そんなもんですよね。四日市から1510円ですからね。ここの往復しただけでもね、もう全然元取れますからね。おお。
ね、普段でしたら名古屋から、あ、そう、ちなみにね、これですからね、6月からね、多分名古屋の方がもうね、どうだ、県外から来れるようになるのかな、わかりませんけど、なったらね、始発で乗ってきたらね、今回みたいなね、プランできますからね、伊勢奥津にあの時間に着くことできますからね、ぜひね、ご参考にしていただければと思いますよと。ここから切り流しも行って帰ってきても十分持ち取れるんですね。終電21時51分。こっちで言ったら22時57分。でもこれで先じゃもう多分4日ってのは帰れないでしょうからね。ギリギリこれか。ギリギリ多分こいつですね。うん、まあ、19時半のこれの方が一番早く無難につけますけどね。圧倒的に多分この差は大きいと思います。ああ、それぐらい話すことって。もう、まだ来ねえか。もう思いっきり逆光ですけど、来ましたね。よし。医療体制。うん。朝ぶち。はい。取り出し目は買ってください。うん。とりあえず、そこまで行きましょう。よいしょ。考えてみたら、無人駅でね、改札まで、ね、通過券みたいなのも出ませんけど、で、これも別に、切符というか、整理券ね、出ないですね。そうですよね。会社組にはそういう機能はありませんからね。で、次は、ダウンロードで。まあ、音取れないかもしれませんけど、まあね、車内が仕切り状態ですね。じゃあ、無事、鳥羽駅に着きます。このまま快速名になるんですけど、これ、もうすぐ出んのかな？時間到達？ 17 時30分。あ。え。結構すぐ出んのか。あ、5分で出るんだ。あ、しまった。じゃあちょっと、自販機まで帰りに行く余裕ないかな？ああ。じゃあ、これ、0番セットでもね、前回も撮りましたけどね。はい、ターミナル、ちょっとね、はい、ターミナル。ターミナル、ええー、いい感じだ。5分、早いな。よし。ね、こっち側でいいですね。ターミナル、ターミナルってことね。はい、ターミナル、ターミナルってことね。しまったな。しまったな。この辺りにね、自販機があればよかったんですけど、ないよな。どっかに自販機があれば、パッて買ってくんやけど。ないんだよな、確かここ。と、あっちのね、本コースの方まで行きゃあるはずなんですけどね。ないな。ないね。よし、諦めよう。はい、残念。ないな。よし。これ乗りそびれると、だいぶと帰るの時間かかっちゃいますからね。ダウン。乗りましょう。そこは潔く乗りましょう。で、外国人リテルの方を名古屋に行ってみるかもしれない。各国の人が、ステップ、バッチ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 バ
こちらの1号車の後への座席番号の1番から6番指定席となります。入席1号車前より7番から前と前の車両2号車をご利用ください。こっちでしょうかね。よいしょ。まあ、近接、ちょっといっぱい止まってます。近接だったら、ね、そこまでね。列車はあと3分後まで発車いたしますので、ちょっと待ってお待ちください。JR 線の快速で24号、名古屋駅です。列車の列車ですが、途中の区から4階地の間は、JR 線とは別の施設を検討をしていきます。ジャパン製品パスでは、グルメ製品パスには、鉄道線分の乗車券まで取りません。別のメンバーで止まりますので、ご注意ください。もう名古屋駅なんですけど、最速で広くなってるんで、松下さんが静岡、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 お、あ、DT51。あの、こいつ残ったんですね。もうすっかり姿を見ることも減っちゃいましたけどね。そういえば、なんか、ミクさんがこんなコラボレーションやってたんですね。